不思議の館スペシャル16の宴はい、皆さんこんばんは。不思議の館の主、星野静香です。本日は宴です。毎月1回から2回、特別なゲストをお迎えして繰り広げられる対談会です。16回目となる、本日もですね、ビッグなゲストの方をお呼びしております。今日のゲストは、階段看護師。 よろずき、ひろとさんです。お願いします、えー。こんばんは、よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろずきさんです、はい。お久しぶりです。<laughs> お久しぶりです。<laughs> いや、今日ありがとうございます。来ていただいて、<laughs> えー、こちらこそ。お忙しい中。とんでもない、とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、お久しぶりなんですけど、最近。はい、どうで、どうですか。 最近、いやーあの仕事の方があの当時やってた仕事よりもちょっと今違うんですよ、まあ看護師は看護師なんですけど、はい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 なんで結構、月金もびっちりですね。ああ、大変ですね。<laughs> いや、忙しいですね、その合間合間でじゃあ、階段をそうっすね、家帰ってきて、ああ、疲れたと思いながら、あのご飯食べて。はい 記録があればやるみたいな。<laughs> <laughs> ねえ、忙しい、まあ、でも、どう、まあ、でも、息抜きになってますか、階段って。あそれは本当にそうですね。ああ<ー>。本当にそうですよ、息抜きになってます。メリハリがね、やっぱ。はい。大事なのかも。はい、はい、あの、そうそう、あのー、なんだろう。以前ですね。はい。そういや、凸待ちも来てくだ、あのね、オービちゃんの時でしたっけ。 あそうですね OPQ の時に、多分僕、お邪魔してるかなと思います。<ー>でも多分あ,あ、あの頃は多分もう、病院で働いてた時だったんで、あ<ー>僕、あんとき覚えてるにしますね、まだ、あのそれこそ隔離病棟の跡地で僕、電話してたっていうか連あの、突然してた気がします。<laughs> ちょっと<笑><笑>あ 病院かあ、そうか、なんかそんな言ってた気がしますね。<う>病院の,夜勤の休憩時間に何か送った気が、<laughs> 送ったっていうか、連絡してた気がします。休めない。そんな。<laughs> 病院で怖い話って結構、あ、でも慣れちゃいますそういうの。いや、でも、やっぱり、病院の話聞くと面白いですね。うーん。うん、いろんな話があるんで。え、あの、 そういや普段って取材ど,こ、はい、どうやって取材されてますか,<あ>なんか病院で聞かれるんですか、うん、いやえっ、ー、と今はもう看護師図体で聞いてる感じですねあなるほどだからあれなんですよねもともとはその看護師さんから結構このまあ病院で働いてればその分多く入ってくると多くっていうか多く聞けるんですけど、うん 今、僕、訪問看護なんで、結構、その逆にその病院じゃなくて、ご自宅とか、施設とか、うん、そっちの方が今、増えてきてて、うん、ちょっとねどう、どうしたもんかなと思ってるんです。だって、病院の話がもう今、3割ぐらいで、家、やっぱ訪問看護してるから、他の訪問看護師さんとかからとか、たまに利用者さんから聞いたりとかも。まあ するともうそっちち増えてきちゃっててきゃっ病院の階段もっと欲しいなって思ってる今日この頃ですね。なるほどね。やっぱりちょっとそれは、うん、あの個性ですもんね、ヨルズキさんの病院の階段っていう。そうですね、だからこれをなんとか維持しなきゃなって、ね、僕は <laughs> どうやってもっと看護師のネットワーク広げないとなと思ってるところです <laughs> 確かにちょっとそこはあれですね、なんか今ね、お写真出させていただいてますけど、これもあの、はい、ナースの。 あそうです。そそこれはもう完全に取ってもらったやつですけど <laughs> この後ろの、はい、あこれちょっとすいません、あのなんか加工したときにちょっと若干消えちゃってるんですけどそうなんですけどすいません、なんか真っ白じゃなくて申し訳ない。<laughs> ない <laughs> 点滴なん,かなんか注入してますよね、これなんか。あっ、これなんか、取った時に、なんか今、世の中的にその点滴なんて売ってないんですよ。 はははいはいはい、はい、買えない、ちょっと裏回してるとこれ買えないんですけど、<laughs> あのー、なんかハロウィンとかで、<laughs> この点滴のパックにジュースを入れて飲むみたいな、そういうのが売ってて、<laughs> はいはい。もちろんそれって医療用じゃないんですよ。<laughs> はいはいはい。そ,うです、ね、でそれを、えー、っと、パックをなんか、アマゾンかなんかで買ったんですよね。うんそう。で、なんかそこにトマトジュースかなんかと、なんか、あのー、 着色料みたいな入れてはいはいでこれこうなってますこれ <laughs> でこのここは売ってるんですよ点滴のチューブは売ってるんではいそうそれで用意して、うん、なんかこれで取りましょうみたいな感じで言われたんでまあそれ取ってますけどなるほどねちょっとこの小道具が、はい、あれよろしいけど,どうだっけとあなんか年齢はオープンにされてますかあ僕はまあほぼほぼオープンにします僕も40超えてるんであれそうでしたっけ そうですおちょっと異様に若く見えま <laughs> それは言われますけどもはいあの全然燃えてるんですよへえ<ー>え <laughs> そうですねまあまあまあ結構今イ,イベントとかまた再開されてる感じですかね、はい、なんかいろいろ出てらっしゃる気がそうですねちょこちょこまた始めていてうん 一回夏前ぐらいにコロナがまたバーってなって、はい、同時に僕もコロナにかかったんですよ。あっ、そうでしたか。はい、<ー>8月の中旬ぐらいだったかな。お<ー>思いっきりコロナになりまして、い,いや今、もう後遺症は全くないんですけど、で、9月ぐらいからまたイベンイベントは、 あのまあ、再開してますね、まああの、マスクしてって感じあ<ー>あの、お客さんにマスクしてもらってって感じになりますけど、そうですね、はい、まあでも、ちょこちょこやってますね。なるほどなんかそ、洋月さんとご一緒したのって、はいあれですよね、怪奇コレクターの収録が同じ日だったんですよね。はい、あそうなんです、多分これ、それこそだって僕、しずくさんの DVD、僕の方にも,もらい,いただいてるんですけど。<あー> <laughs> <laughs> うちあのとき、たぶん、あの時じゃないな、その前に学校でお会いしませんでした、僕、一回。あってます、あってます、あの、あそうだ、<laughs> それ<だ>そうですよね、はい、あのが、なんだっけ、学校,学校の怖い話っていう、えっ、ー、と、ゲームのリアルイベントで、僕、雫さんとお会いしたのは初めてですねあ。あの時でしたか はい、なんかあのバリバリの演劇ができる人たちの中にちょっと素人っぽい演劇のできない怪談師が混ざるっていうあの不思議な <laughs> <laughs> はい不思議なイベントにならせてもらって、はい、であのあとですね怪奇コレクターでお会いしてそうですねはいで僕が多分初めて自分でイベントをやった時にうん 来ていただいたただのがシクさんなんなですねあーもういろ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 いいろろありましたねそういえばそ、ね、あその前にあれありますよ忘年会あーそっかそっか,そか忘年会もありましたねはいそうですねそうです,、ね、うですよちょっと今なんかめっちゃここだけで話してますけどそうなんですよ皆さん, <laughs> <laughs> 皆さんそうあの時、ねね、忘年ああいろんな人来てましたねあの忘年会そうですね あれはもうできないだろうなぁそうですねうん多分一回限りあ,、ね、あの時の勢いでやった感じありますからねそうですねあの学校の、うん、あそうですあのイベントの人たち、ね、そうです、ね、そう交えてみたいな感じでそうそうそう半分だから声優さん人声優さんとかあの劇団役者,です、ね、役者さん役者さんみたいな感じで、はい、とあと半分もうあ,れあれ何年前ですかもう3年ぐらい前ですか そうですね、3年になるんじゃないですかね。そうですよね。時が経つの早いんです。<laughs> 本当に。ね,そうですね、はい、世話になりました、本当に。いえいえ、こちらこそ本当お世話になりました。えー、いや楽しかったですけどね。弁当ト僕、だからその雫さんに出ていただいてメインで、雫はい、はい、さんのことをいろいろ聞かせていただいて、<laughs> でまなんかねその時初めてそのなんか俺、こんなすごい人をこう呼んだのかと思いながらもう自分で編集していましたけど <laughs> ああ、いやー、でもね、あ,<っ>あれ貴重で私、あんなにあ、はい、こう赤裸々に自分のプライベートから何から晒したことがなかったので,あ,で、ね、あのあのイベントにね来てくださった方しか知らない写真とかねたくさんあるんですよね。うんうんうん そうですよね<う>昔のそのしずくさんの写真とかたくさんいただいて編集させてもらってそ,うそうあれのなんかエピソ、はい、映像あれはなんかもう多分二度とあひっことしてもなんかちょっとこういですねあ,あれなんでしたっけあのなんとか風にしてくれたんですよねそうなんかえっ、ー、とあれ何なにふながこうなんて言ったらいいんだろうないいきてみれば vtr えっす <laughs> <laughs> 思い出ある。t r 雫さんが赤ちゃんの頃の写真なんか多分夜に出ることないだろうなっていう <laughs> はいはいそうですよ若い頃の写真、ね、なんかね、はい、制服着てる写真とか両親とか兄弟と一緒に撮ってる写真なんかもね、はい、貴重なお写真をていただいてあれはあれで雫さんのファンが多分あそこに来ていただいた方はほとんどだったと思うんでいや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 ,そん,ないやそんなことは全然だって僕の こと知っってるる人そんなにいらっしゃる当時だって僕まだそんなにね活動してなかったんで <laughs> あそうでしたっけねえいやー懐かしいな懐かしいですね,ね<ー>あの時あでもあの後あれですね飲みに行きましたよねあの当時はそうですねあの時ギリまだ流行る前だったのでコ前ですもんね打ち上げに打ち上げでみんなで行ったっていうそう しかもあれそちょっと待って、思い出した、なんかその前に、その時に流す部位を作るんだっつって、動物園行きませんでした、はい、そうそうそう、だから僕、上野行くたびに、くさんを思い出すんですよ。くさんと動物園に行くっていう、多分これこうな僕だけなんじゃないかなって思ってます、これは。<laughs> <laughs> いててて すいませんね。そうなんですよ。今ちょっと背中を痛めてましてですね。そうかー。そうですよね。なんかすごいもう縁が締まりかけで、はい、そう。ギリギリ入ったって,言って。ギリてリ。白熊も最後もう中入るぞみたいな顔して。そう,そうそうそう。<laughs> いありましたね。ありましたね。はい。そんなまあちょっとすっごい雑。あ あのちょっとすんごい、うん、あの思い出話に偏っちゃったんでちょっと戻すんですけど、四十住さん、そもそも怪談始められたのって、な,なんで、はい、きっかけ、なんだったんですかえと本当に一番はじ、もう、まあ、ちっちゃい頃は好きだったは好きだったんですよ、それは間違いなくて、あなたの知らない世界とか大好きだったし、怖い話の番組やってれば欠かさず見てたんですよね。<laughs> かりますよでも当時ってそんなにその YouTube なんてなかったし、うん、テレビとビデオぐらいじゃないですかそうですね、はい、だからあんまりそのそっち方面を見ることがなくて、うん、でもなんかまあうちのなか家系がちょっとそういうのにすごいこうわってなるタイプなんですよそれな,んかなんか見えたぞみたいなのにわってなるタイプで、はい、で まあそんな幼少期だったんですけど、だからこう怖い関係もいろいろあったんですよ。僕自身もあったし、うんうん、親から聞かされたもあったし、今全くないんですけど。うん、だ今思えばあれは本当に俺は見たのかどうなのかもう本当不思議でしかないんですけど、うんうん、どっちかわかんないんですけど、それで、えっ、ー、と、なんだ、20、33、35ぐらいの時かな。十六か。 36かそれぐらいに、うん、あの YouTube でをつけつけけ YouTube をつけながら僕がその当時持ってたそのだまあ、断捨離をしててで当時持ってたその X ファイルの,、うん、1>, その1巻から全巻のディアゴスティーニの DVD のやつを <laughs> もうあまりにも量があって場所を取って仕方がないし、うん、今もうアマプラでも今後見れるだろうなと思ったんで、うん、もうこれは売ろうと。うん と思ってそれをこうパッキングしてたんですよ、はい、パッキングしながら YouTube でなんか怖いのないかなってたまたまなんかもう多分最初はね稲川さんかなんかの話聞いてたんですけど、はい、それがなんかこう終わって次のに帰った時になんか大コアの階段、うん、そうバトルみたいなのあの第1回ですよね夏の、うん、怖い話大会みたいなのがあって。 で素人さんが結構出てて普通の人が出ててあこんなのやってんだと思ってであれも俺もあるなこういう話って思ったんですよはいあ出てみたいなーって思ったのは本当に一番初めのきっかけですへえあじゃあもう YouTube だ もう本当にそうです、あそこで僕お、なんなら大川が本当になかったら、僕、ここまでた,たどり着いてないかまでありますね。ああ、もう最初からだからそのコンテストというか賞ーレーススタート、はいそ、そうなんですよ、なんかその座談会があることも知らなかったし、会談を稲川淳二さん以外の人が喋ってるなんて、本当に当時知らなかったんですよ。<laughs> なるほどね、はい。えーそこから ね、ご自分でそうですねで申し込もうと思ったんだけどもそれってもう終わった大会の YouTube だったんではい、はい、えこれ待つのと思ってたら当時僕あの、まあ、当時っていうか稲川淳二さんのファンクラブで開放ってくるんですけどそれにそれに階段最強戦のなんか第1回だったかな当時は、はい、お知らせみたいなのが来てて、うん、出場者募集みたいなのから応募して で、送ったんですけど、当時は全く何だか分かんないから、はい、最初送ったけど、これ大丈夫なのかなと思って、二三個送ったんですよね。うん、そしたら、あのー、で、なんか東京予選と大阪予選ってあって、はいはい、で、東京予選の日が、なんかテストの人かぶってたんですよ、看護師の。心電、うん、図,図のテストだった気がします、心電図検定みたいなのがあって。うん、でその その人かぶってたからさすがにこれは無理だと思ってで大阪予選でも大阪まで行くのもなぁと思ったんですけどまあ受かんないだろうと思ったんですよ、うん、もう受かったらもうねもうしょうがない諦めようと思って送ったら受かっちゃったんですよ <laughs> <laughs> で大阪まで行くとなるっていう <laughs> 大阪で、ね、わざわざえ、ね<ー>ね、あれがきっかけですねうわじゃ,ゃあれ結構、はい、最い 最近ちたらおかしいのか。私の感覚がおかしいんですね。あいや,いやいや、もう鈴さんの顔だたら僕なんか本当最近ですよ。<laughs> いやい,やいやちょっと待って、最強戦がそんなに、そうか、最強戦の最初の第一回から結構時間が経ってるんだってことに今気がつきました。そうなんです。そうなんですね。はい。ええー、でもうそこからじゃあその人前で会談を語るってことを継続してやられるように。<laughs> じゃあなんかそれで最強戦出たけど、まあ、負けたんですよねまあもちろんそんなまだまだそんな出たばっかりですか、うん、そんな人まで喋ったことないのに初めてがそこの最強戦だったんで <laughs> すごいなでもそんなうまくできんわと思って <laughs>、はい、でも世の中いろんな人こんな喋ゃった人いっぱいいるんだなっていうのはそこで知ったんですよねはいはいこれを自分で喋る場所ってないのかなと思ってネットで検索してた時に、うん ツイキャスかなんかで、ね、なんか、階段喋ってる人がいて、おいおいで、あ、違う、ツイキャス、そう、ツイキャスで階段イベントを主催するみたいな人がいて、その人に声かけられたんですよ。うん、で、ツイキャスって何だろうってなって、見たら、その、階段をこう配信する媒体で、まあ階段は配信する媒体じゃなくて、でで配信する媒体、YouTube よりもライトな。うん まあ、生放送的な感じでやってるのがあってあるんだっていうのを知って、はい、でそのツイキャスをこうその出るってなった時に自分でもやってみようかなと思って自分でツイキャスでその放送し始めたんですよ怖いう話をでそのなんかイベントに出てとかいろいろやってたら大黒さんから初めてのお誘いが来たんですよね、はい あーそれがもしかしてか学校の声話ああ学校の声話、はい、へえ<ー>んでぼれと思ったんですけど <laughs> まあ多分その最強戦見てくれてたんでしょうねそうでしょうねはいはあ<ー>で声かけてもらって大黒さんからだからそこからのお付き合いですね今,今に至る感じなるほど、はい、そういう流れなんですね,ですねあでももう今はそ,、ねうん、その ネットでやるのと、まあ、リアルでイベントやるのと,との活動、はいえっと、今、ネットでやる時間があまりなくて <laughs> 忙しいんですよね。いや、まあまあまあ、まあ、<laughs> まあそうですね、なんかだから結構イベントに呼ばれることがやっぱり今は、まあ、呼ぶと呼んでもらったり自分でやったりっていうところがあったりするんで、あんまり配信だと今やってないですね。う 結構あれですもんねあのメディアにも先は露出を結構されてる感じですよね。ああ、そうですね。たまたまたま <laughs> たまたま <laughs> お声がけいただいて、<laughs> うん、まあそうですね、出させてもらっていますけども。あれ,あれ、オンエアはもうされて、あれですよね、大丈夫なんですよね。してますね、<あ>実は開クラブは、2日前かなおにオンエアされてますね。おすごい。 活いやいや活躍にもね <laughs> ちょっとすいませんさっきちょっと気になって戻るんですけどそのはい、はい、子供の時からそのご家族もたまに見たりとかっていう環境にいらっしゃったってことで今考えたら不思議ただの不思議でしかないっておっしゃった、うん、その最初の体験実体験えと、まあ、正直昔信じてなかったんですよね親から聞かされてたんですけど、うん、全然信じてなくてなんで見えてないから。 まあそんなことなんのかななんて思ってたんですけど、うん、<coughs> まあ昔ってわかんないですど今どうかわかんないですけど僕がちっちゃい頃ってその月に1回ぐらいその祖母の家に集まっていとこもみんな集まってご飯を食べるみたいなそういうのがあったんですよ、うん、でそれにこう月に1回行ってた時にまあうちの母親って4人兄弟でだいで3女なんですけど行ってた時にその うちの母親がね、わーって言ったんですよ。うん、キャーみたいな、わーみたいなこと言って、ご飯みんなで食べてるところに。うん、ただ、その4家族集まってるから、すごいやっぱ人がいるわけですよ。はいはい。みんな子供さん人いるし。<laughs> で、まあ、そこで、どうしたのどうしたのってこう寄ってったら、その、一番上のお姉さんが、おば、おばさんですよね、僕からしてみれば。がね、あのー、まあ最近ちょっと気持ち悪い夢を見ると。はい。夢を見るんだけど、 なんかその,その夢の内容が、ベランダから子供がね、こっちを覗いてるんだと。うん、で、その子供が顔と手しかないと。うん、その子がずっとこっち見てて気持ち悪いんだけど、このベランダってあんたん家じゃないのっておばさんが出したのが、その、まあ、鉛筆で描かれた絵なんですけど、思いっきりうちのベランダなんですよ。うん、で、ベランダの柵の間から子供が、 顔と手だけの子供がこう柵を掴んでる手と顔だけの子供の絵なんですよ。で、うわっ、何これ、気持ち悪いってなった時に、母親が、いや、実はって言い始めて、いろいろ変なもの見てるけど、実はこの子が最近よくベランダにいると。で、あのー、まあでも、ベランダにいるだけだから、そういうのが見えた時は、まあ、ベランダのドア閉めたりとか、カーテン閉めたりして、 別に何かこう家に入ってこなければいいかなと思ってるから別にあの特に何もしなかった。それおばさんはいやあんたこれねなんかこれ私まで見るとおかしいからお払いした方がいいわよって言ったんですけど、うん、まあ聞かなかったんですよ、うん、あのまあまあ大丈夫大丈夫みたいな感じになったんですけど、まあ、それから1週間後ぐらいに、えー、とね僕が階段から転げ落ちるんですよ、うん、でこれ多分ねえっ、ー、とー <laughs> ちょっとこれ、後で説明するんですけど、この転げ落ちて、頭がパカンって割れて、うん、血がバーって出たんですね。うん、で、その時きに、まあ、要するにマンションの階段で僕がそんなことになっちゃってるから、母親が飛んできて、うん、大丈夫って来た時に、僕の両手が顔の横にあったと、うんまあ、要するにその、のぞいてる子供みたいな感じになってたのを見て、母親が、あ これは本当にお払いしなきゃダメかもしれないと思って、うん、で、お払いの、なんか、つてで呼んだんですよね。うん、で、僕、これまだ覚えてるんですけど、なんかおばあちゃんが3人ね、今朝起きたおばあちゃんが3人家にやってきて、うん、で、仏壇の前でお気を上げて帰ってったんですけど、ちなみにね、僕ね、その時の傷もね、額にあるんですよ。まだこれ、多分写真に写ってるんですけど、はいはい、額にね、ちょっとわかりますよ。これ、傷跡あるの。おでこに。ああ。えっと、これ、真んすか の眉毛の上ぐらいに白くなってるのが、はい、自分だから分かるんですけど、うんまあ、そ,そんなことがあってでそのお祓いしたら、まあ、出なくなったっていうふうに親は言ってたんですけど、うん、じゃあなんでそもそもねこの子供がうちに出たんだみたいなところを疑問に思ったらしくて、うんでまあ、当時住んでたマンションの前がでっかい駐車場だったんですよね。 もう50代ぐらい泊まれるような、うん、あの砂利砂利砂利砂の砂の駐車場って昔あったじゃないですか、あ今もうどこもコンクリですけど、砂利、うん、の上にこう食いさしてロープ引いてるみたいな、そういう駐車場が家の前にあったんですけど、そこの、そこにあの駐車場を借りてたんですね、うちが。で、借りてる家が結構な地主さんで、昔から住んでる人だから、なんか知ってるんじゃないかって,って、その人に聞いたらしいんですよ、うん、母親が。ほいほい そしたら、あそこの僕らが当時住んでたマンションってできたばっかりで住んだんで、うん、知らなかったんですけど、あのマンションが建つずっと前はネギ畑だったんですね。うん、でそのネギ畑がいつしか廃業になって、で不法投棄の場所みたいになっちゃって<ー>で、そうすると子供がそこで遊び始めて、 ある時その子供がそがかくれんぼで冷蔵庫なんかに入って亡くなったんじゃなかった確かそんな話だと思うんですけど、えー、亡くなってしまったって事件があったその上にあんたん家のマンション建ってんだよみたいな話を聞いたらしいんですよ、うん、だからあそれは確かにかその子供がね、まあ、同じぐらいの僕がいて、うん、なんか見覗きに来たんじゃないのみたいな話を母親がしてて、うん、あーそんなこともあるんだねって思ってたんですけど 同じぐらいにその僕ら当時3階に住んでたんですけど4階に住んでる4階建てのマンションだったんですけど4階に住んでる人たちがいたんですよ、うん、でこの人たちが、まあえー、と急に引っ越すって言い始めに行って挨拶に来たんですよ、うん、であじゃあどっか別の場所に引っ越してあの、ね、あの借りるんですかみたいな話をしたらなんかねもともとね そのスタジオのスタッフさんが帰れないときのなんか宿舎みたいにして使ってたらしいんですよ。<ー>だからほとんど物音しなかったんですよ、上から。うん、多分ほとんど来てなかったんでしょうね。で、なんか、その、引っ越すときに、その上の人が言ってたのは、なんか、あのベランダから子供が入ってくるって言って、みんな怖くて止ま,ら止まらなくなってしまったかと。<ー>だから、帰っても意味がないから引っ越しますって言ったらしいんですよ。 でそれから僕だんだん信じ始めて、はい、でそれからっすよねなんかちょこちょこ変なものを見るようになったの祖父が亡くなった時とか足元、はい、にガリッガリの祖父があぐらかいて座ってるのを見たりとか、うん、あの中学校の時に部活で帰ってきて疲れたと思ってリビングでゴロンって横になってたら、うん 昔ってあのブラウン管じゃないですか。はい、でブラウン管の下ってよくテレビ台ってあったじゃないですか。はい、あのビデオをしまっとくような <laughs> 熱いやつ。はい、あそこってガラス張りになってるから後ろ見えるじゃないですか、反射して。えーでま、昼過ぎ、ま、夕方前ぐらいだったんで電気もつけなくてゴロンって横になってたんですけど、うん、そのガラスに後ろが反射して見えてるんですけど、うん、リビングの後ろにキッチンがあって、 でその奥に廊下が続いてて玄関に続いてるんですけどその廊下からね誰かこう入ってくるんですよ。うん、でそれがなんかこうものすごいこう上下に揺れながら入ってくるんですよね。何、うん、が入ってきたのと思って全く何の音もないんですよ。誰が入ってきたんだろうと思ってじーっとその反射してるそのテレビ台のガラスを見てたら。 見たこともないおばあちゃんがものすごい形相で入ってくるんですうちに。うん、もう顔顔ぐらいしか見えてないんですよ。はい、でうわ、何あれと思って、で、近くまで来た時にパッって振り返ったらいなかったんですよね。うん、で、それからしばらくして母親が帰ってきたから、いや,いや、やつ聞いてよ、お母さん、つって。うん、今日こんなの見たんだけどって言ったら母親が、えちょっと待って、つって、なんかガサガサ探し出して。 あんたみたみいなこの人って言われて出された人がまさにその人だったんですよ。えー、えー。っそだねって言ったらこれはひいおばあちゃんだって。ほうん。う命日なんだけど、うん、多分誰もお線香あげたりしてないからもしかしたら怒って出てきたんじゃないかなって。って言って、えー、なんかそうお線香あげてたりとか。ちょっとでもあのお,お身内が出てくるパ,パターンが結構ある とうそうそうなんですよ、身内が出てくるパターンは結構あるんですよね。へえ<ー>。そういうことがあって、うんうん、でも、まあ、年を取るにつれては見なくなっていったんで、うん、怖いはだけど、別に、その、なんだろうな、体験としてはもうそこら辺で止まってるんですよね。へ<ー>で,<あ>でその後、うん そこを引っ越して26ぐらいの時にまあ、久々に始まったんですよまたその見える時期がは,い、はい、はい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 何ですかねあのその間は何だったんだっていうふ、うん「片しれ」なんて今まで1回もあったことそれまであとなかったのに26ぐらいから会うようになって、うん、と同時になんか同じく見るようになってみたいのが30 ぐぐららいいままで続きましたね4年間ぐらいあーちょっと待って怖っその<え> <laughs> それあの何ですかね私もちょっと同じ感じですよそのなんかリズム的にそうなんですかなんか4年間ぐらいはありました、ね、今はまあないんですけどはははいはい、はい当時のそれは何だったんだろうなっていうだからもう気持ち悪かったですよ<あ>いや26になって見るのはまた別違って変わって違って見えるんであわかりますよ あります、はい、あれ,はれ私もままんま私も4年間ぐらいゴリゴリ見てたんですよ、20代、20代の半ばから後半。あ不思議なもんで、ね、これ覚えてなくて、僕、うんいやあなんかいろいろあったの覚えてるんですけど、何かを見たっていうのを覚えてなくて、ではい、母親にまあこういう会談活動を始めて、うん、2>, 2年ぐらい経ったとき、だから要はちょうど2年ぐらい前ですよね。 に母親に何か怖いう話ね、最近ないのって聞いたときに、うん、あんたあの話、自分の話しなさいよって言われて、うん、え、何え俺そんな体験してないよって言ったら、いや、あんた忘れてんのって言われてよ、なんかその思い出した話があったりとか、あ,<ー>ああ、そういうことあったねみたいな。<laughs> 意外に忘れたりりすすするんですよ分かりますだから私もその時に体験してて人になんか頻繁に喋ってる話を覚えてるんですけど言わずにとかま一、あ、回こっきりしか言わなかったような話って忘れてるんですよね。はい、そうです、ね、これですすねなんいや不思議なもんです,けどんですよだ当時だって多分2年間その4年間のうち2年間はニートだっあー働いてたんですけど、うん、残りの2年間ぐらいニートだったんです僕。<laughs> <laughs> なんかねいろいろありますよね人生 <laughs>、はいはい、病,ん病んではいないですけど<あ>そんなに私と違うんですね病んではないと病ん,病んでたのかもしれないですけど <laughs> あれはあれででもバイトバイトしてたというか特に先を見てなかった時期がその後半にねよね。うん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 なるほどね なんだろうた例えばその,その時期に実は見始める頃に調子体調悪かったとかストレスめっちゃ溜まってたとかうんまあそんなに激しい感じではなかったと思うんですけどねただ、うん、何が違ったかって言ったら同じ仕事はしてるんですけど当時は1人暮らししてた時期があって、うん、会社の近くに住んでたんです、うん、で そこから実家に帰ったんですよ。うんうん。実家に帰ったらまた見始めたんですよね。ちなみにご実家、その時のご実家は最初のその、まあ、家,じい家じゃない。じ<あ>へえ。ー。だから、母親の近くにいるとなんか影響を受けてるのかなと思った時期もあったんですよ。ああ、なるほどね。なんかそういうのありますよね。相性でその、うん、ちょっと見えるよ、お互いに見えるようになっちゃうみたいな。だって 高校生の時も母親と住んでた時に、当時、呪いのビデオってあったじゃないですか。はい、ありましたね。あれ、見ました見たことありますよね。えーっと、あのー、まともに見たことはないです。まともに見たことない。<laughs> もう当時、大好きで、<laughs> 怖いんだもん。あそこもまだでっかかった頃ですよ。ははい、はい当時、まだ<何>全然で、であのあれが始まったばっかりの頃うん。高校生の時ですよ。うん多分20年以上前なんですけど。 あの結構母親が朝早くから夜遅くまで働いてた時期があって、はい、で僕が高校生だったけど結構夜遅くまでそのビデオ見たりしてたんですよ、うん、休みの日とかだったら、うん、であんたこんなのね見るんじゃないわよともうね寄ってきたら気持ち悪いからやめてって言っててでもなんだかんだで母親も嫌いじゃないから一緒に見てたんですよ呪いのビデオ はいはい、で、これが、ね、夜中のね3時ぐらいですよ、見終わった瞬間、インターホンなったんですよ。えっ、えー、ってなって、え今朝だけどみたいな、いや、今までそんなことないんですよ、鳴ったことなんかないんですよ。うん、で、インターホン鳴って、え何こんな時間に誰って言って、開けたら、もちろん誰もいないんですよねああよく開けましたね。 <laughs> でうちなんか、その時住んでたところが、角の角部屋だったんですよ。はい、だから、誰かがいなくなれば、もう一本一本道なんですよね。うん、角部屋で階段が一番端っこになったから、ドア開けて誰もいないとか、なんか、えっ、どこにもいないじゃんみたいになるわけですよね。うん、で、別に今までそのインターホンが壊れたこともないし。うん 何だろうねなんて言ってたらそのパソコンの電源が勝手についたりとかこ変なことが起こり始めたんですよ <laughs> 呼んじゃってるじゃないですかそのお母さんの言う通りあこれから母親は一緒に見なくなりましたけど <laughs> まあ僕だけ見てましたけど当時は <laughs> 強いですねだからそんなことありましたね やばいえお母さんの方がよく見るお母さんはずっと継続して見ちゃうタイプの方なんですか見たいっすねああ<ー>。親はだからそれこそそのせいで病気になったりもしてたりとかしてええ当時働いていたところが居抜きの会社だったんですよね居抜きビルを居抜きで借りてる買ったのか借りてるのかわかんないけど、うん いうような会社に、なんか清掃かなんかで働いてたんですよ、母親は。休憩室、一番上の部屋使ってないから好きに使ってって言われて上がったら、なんかしょえ映画ルームみたいになってるんですって。うん、ピンクのあ、のあれで赤いその映画館にあるの椅子ですよ。はい、それが20個ぐらい、30個,30個並んでて、スクリーンがあると。うんうん、窓が1個もない気持ち悪い部屋だったんですけど、うん、そこを休憩室に使ってってあてがわれたんですって。 何ここと思って。もう気持ち悪いなぁと思ってたんですけど、ある時、あのー、気づいたんですって。んここ、天井になんか跡があるんですよ。うん。天井になんか跡があるって何の跡だと思ったらそれカーテンの跡なんですって。天井にカーテンそう。要するにカーテンレールの跡があるんですよ、天井に。はいは,は,はいはい。 で、帰りに、建物の入り口に見つけたっていうんですけど、うん、そこになんか、もともとそこが何だったかっていうような、あの、提訴ですか。はいはいはい。あの石がこう、ついてるじゃないですか、玄関に。はいはいわかります。確かねその下だったと思うんですけど、なんかね、肺炎、肺炎研究センターとかいうのが残ってたんですって。<laughs> だから、もともとはそういうところだったんだけど、それを、撤退したところを射抜いて、普通の会社が入ってるって状態だったんですよ。 はいで母親そこで働き出してから肺炎になったんですよ <laughs> ええー、咳が止まれなくなってさすがにそんの時の何か菌が残ってたとかそういうことじゃないですよねいや違うと思うんですけど、ね、だって他の人なってないから<ー>でなんか母親言ってたんですね気持ち悪い気持ち悪いって言ってうん、うん なんかもうその休憩室も誰かに見られてるような気がしてるし<ー>、で、家に帰ってきたときに、その、なんか女の人が部屋の角に、こう、部屋の角の上の方にいるみたいのが、僕一回だけ見たことがあって、当時。うん、真っ黒だったんですけど、そう、結核研究で、そんな感じでしたね。たそれで そうもうそこやめちゃったんですけど結局よくしてくれてたんですけどやめちゃってっていうことがあって、うん、そなんかその影響も受けるんだと思いながらあじゃあ,、まあ見ちゃうだけじゃなくてもらっちゃう、うん、タイプ初めてでしたよ母親がそんな肺炎になるって、うん、肺の病気なんてなったことなかったから普通に風邪ぐらいからこじらせて肺炎まで行っちゃったんですよねはあ もうもうそうじゃなかったらうん、うん、なんか影響がいやまあまあまあどう,どういうふうにも取れれば取れるんですけどうん,うんて何かまあそういうことが、うん、はいすごいですね <laughs> <と>ちょっとそこリンクしちゃうとそうなんですよねへえー、怖あじゃあまあでもあれですねそのお母さんからの遺伝みたいなのもあって、うん、その見えちゃう どうなんすか、ね、今、全く見えないですからね。あどうなんすか、なんか,なんか霊感がゴリゴリその生まれ持ってあるっていうタイプじゃないけど、でも、その素質はあるんでしょうね、多分これから先、また見えちゃうこともいや、もういいんですけどね,ね、そうですね、あのなんか、作ったなんか出来合いなものを見るのと、自分が体験するのって全然違いますもんね、はい、い違いますよね。<laughs> いやー忘れられなくなっちゃうから今でも覚えてます全部どういうのだったかとか<ー>ちゃんと覚えてますよなんか男の人に頬を擦りつけられたりとか外国人の女の子に両足つかまれたりとかえてますねなんかあったことってうわわえ待ってくださいその辺は病院に勤めてらっしゃったんですかそのいや全然全然勤めてないですあそれでもそんな ガ使うあってれましたねえそどどこどこですか家ですか家でだかそれこそ実家帰ってからの4年間、ね、<laughs> ちょっと待ってお家に連れてきてるタイプ外じゃなくていや何かいろんなのが見えてたからはいはいこういう道なのかなと思った時もあったんです、うん、当時そんな階段活動しなかったけど、うん、冷凍ってことはしてたんですよはいはいはいそうですねこうだからで場所も、うん 本当、お寺の真裏だったりとかしてたんで、それはだなんか、こんなにいろんなのが見る、何なんだこれみたいな。うちの親もなんか、その体触られて目が覚めたんですって。手をなんかスルスルっと触られてて、何に触られてんだろうって、と目開けたら、 その目の部分だけが宙に浮いてたって言ってましたからね。うわー待ってそれわかる私も一回見たことあるからな目だけ。持ち歩るて。うん、他なんもないんですよね。あの空空空間なんですよね。ま、目だけです。目玉だけだけでしょう。目,だけね、目玉か。 あのあでもちゃんとあれですよその眉毛とかもその辺はあるんですよ目の周りまぶたまぶたあるんですよね目だけじゃなくてそのちょうどそのなんて言ったらいいんだ目が開いてる地球もちょうど地球もあるみたいな目の開口部分だけあるみたいなことですよね多分あの部分だけ見えたりとかそういうのもまあ最近全然聞いてないですけどねうん。 えっと今そのおままだそのおうちお母様はまだそのおうちに住んでますね母親はだからあの人寝室ね寝てないですね寝室が気持ち悪いって言ってあ<ー>リビングにベッドとしてリビングに寝てますねはいはい、はい、ありますよねその家の中でもこの場所はちょっとみたいなうんありますねそこ通っちゃってるんでしょうね,かねだから なんか上の天窓が閉めても閉めても開くとか <laughs>、えー。ええ。物理。なんだ。<laughs> 怖い。いやでもあの最初におっしゃってたその子供の時のあのアパートマンションは、はい、その上の階の人もそうだったということはもう縦なんでしょうね。ああそういうことですよね。うーん。で今のお家は、うん、今のお家もマンションですか。あえっ、ー、とあ実家ですか。はいはい。 あー全然違います、今のは。そっか、じゃあもう、お家の中のどっかに1本、冷ドががっつり取っちゃってる感じなんでしょうね。うん、ああ、でもなんか集合住宅みたいなとことに住んでますね、今、親は。んだから、そうですね、そこはちょうどな何なんですかね、あれ。その部屋だけ気持ち悪いっつって、母親はそこじゃ寝なくなりましたね。うーん。まあ、建物自体ももう相当古いですからね、うん近くに奥号があったりとか。<laughs> 何 <laughs> かいろいろ環境が <laughs> <laughs> かすごいですよ <laughs> あのあたりはへえー、だからそういうの聞いてると居道<ー>ってあるだろうなと思うし場所、うん、<あ>に影響を受けるっていうのは僕は納得できるですよねなんとなくんなんか前その結核病棟じゃないですけどなんかいた子さんが話してくださった話の中に、はい、そこでなんか撮影した後 あの結構、事故とかあって、うんうん、僕蔵になったっていう話も聞いたことありましたね、そういえば。えー、いや、本当、それで言ったら、大きな事故なくてよかった、<う>僕は頭に傷を負ったぐらいなんで、うん、まあ、でも十分痛いそうですけど、<laughs> いや、そうですね、ね<ー>でもなんか、当時はそんなに、だから、近くの病院ですぐ縫ってもらって帰ってきたんですけど。はい 1階のおばちゃんにあのビックリマンチョコワンケースもらって喜んで家に帰った記憶しかないですよ。<laughs> ちょっと待ってそんな、まあまあ子供だからね、その辺。えちなみにその落っこちた時ってなんで落ちちゃったかとか覚えてる、はい、い覚えなんかあの、うん、こう昔の,その車みたいなのあるじゃないですか、はい、あのなんていうかこう両足で蹴ってこう前に進む両<足>大人が後ろからこう掴めるような。 車がずっっっとちっちゃくなってる今最近もうこのご時世見ないですけどああのあんまりちっちゃいまたがって乗るゴロゴロですねそうですはい,はい、はい、今だったら多分あのバイクとかバイクというか自転車とかの車輪、うん、あのこぐやつがないやつだったりとかうん、うん、三輪車になるのかな当時はそういうのがあって、うん、なんか知らないけどそれに乗って階段の方に行って階段から転ぶしたんですよね。う まあなんかちょっと、なんだ、その手だけの子供がざれて遊んで、なんかなっちゃったとか、そういうこと。いや、<laughs> あれは、<laughs> まあ、ね、そうじゃない方がいいのはいいですけど、そうですね、金郎さん書いてますけど、リアル残影そうですね、あれはあそこは本当に今でもありますよ、そのマンション、建ってますね。な<ー>んかかね古いマンンションだから 1>, はい、1階と2階が超暗いんですよ。うーお窓がないんですよ。あのなんて言ったら両、両面に部屋があるみたいなマンションなんですよね。だけど、はい、両面に部屋あるって言ったって、1部屋ぐらいしか、2部屋かな、6部屋ぐらいある、向かいに2部屋ぐらいしかなくて、多分その2部屋ってちょっと広いんですよ。うん、それが1階と2階になってるから、1階と2階はもう真っ暗っていうか、なんていうんですか、窓がないから暗いんですよね。うん 建,建物自体も古いしだからんかもうあそこもあそこで結構なんかあんまり気持ち悪い場所だったんですね、うん、なんかねちょっと古,古め古ぼ,古ぼけたそのアパートとかマンションってちょっと独特な雰囲気ありますもんねそうですねいや怖いなそうそんなにも正気でしたね僕は <laughs> まあそんなのもあって階段も <laughs>、はい 嫌いではなく、そういうのが、お話自体はだからそのストックがあったわけですよね。結局ね。そうです。病院に働いた時に、うん、えときに、そういう怖い話も聞いてたんで、ストックがあったんですよね。あ向井六神さんから、はい。職業柄、医療系の会談が多いのは当然で、それが現在の宇野津木さんのイメージを形,成あ作形作っていると思いますが、それ以外で何か得意なジャンルありますか例えば、 水商売系の話も意外と持ってるんだよとかってスパチャ頂いてますえっとそれで言ったら僕病院以外の会談で、うん、その母親関連以外の話だと結構ねあのキャンプの話はあ,ありますねキャンプキャンプとか、はい、あのそうですね キャンプあの昔あれですボーイスカウトやってたんですよ。ああ<ー>で、そのにきに、それこそ幼少期だったんですけど、体験した話とか、でも得意か。なんかでも、病院のあの階段でも、やっぱりその訪問看護っていう形が違うだけで、家の階段というか、家にまつわる話っていうのももちろんありますね。<laughs> だから、何系っていうのがなんか難しいな。 でも多分普通にそれ以外の階段も結構あのたくさんたくさんではないけどまあ、ありまますねんべんなく踏切のお話とか <laughs> あ<ー>あのマンションの話とか、はい、大体あるトンネルの話とかもあるし、うん、えちなみになどのくらい数持ってらっしゃいます えっと、そうですね、えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、待ってください。今、病院の階段だけだと、うん、それこそ今日もまた休みだったんでまとめてたんですけど、はい、病院だけだと136万ぐらいかな。<laughs> 詳しい。はい、僕ね、ノートに、ノートっていう、なんか、エヴァーノートっていうのにまとめてるんです、全部。はい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 。 でそこの携帯でもこう共有して、うん、まあスプレッドシートみたいにしてやってるんですけど、うんうん、だけど、その病院じゃないお話とかであれば、もうちょい、じゃだいぶ少ないかな。病院以外の話だと、そうですね、50話ぐらいですね。うーん。きっちり管理されてるのがすごいなと思って今、今、私、全然できてないから。 <laughs> そっか病院だけで136ってちょっとやっぱそれはやっぱ特化してますねどうなんすかね結構よりどりみどりですね病院そうそうああ結構病院の話はすることたくさんあるんですけど、うん、えと病院外の話って僕ほとんどあんまりおでしたことはないあそうなんですか求められないんでうんあやっぱりどうしてもね看板が 看護師っていう括りですもんね。お、ね、俺はい、そうですね。うん。まあよろしきそうな,な,なう売り売りですもんね。<laughs> うん、まあ売りというか、そうですそれを一応はい。何、ね、<laughs> <う>だろうな。じゃあちょっと後半で会談を話してもらうとき、はい、あれかな？はい、それそれ以外の話とかもしてもらう <laughs>。ああもう全然全然。なんかこんなお話とかあるんですかとか言っていただければ。うん。 なんかあの皆さん今のうちにこれ系の話とかちょっとリクエスト <laughs> はい <laughs> そうですね <laughs> そこからあそこからなんか、はい、すごい MH の妻さん義理の妹夫婦が病院勤務なんですがそんな話ありませんねかた、うん、くなに言うのを言うのが余計怪しいって <laughs> <laughs> ありますよね,なんかねえっとか多分慣れちゃってるのもあるんですよだから別にその 薬の時間にえっ、ー、と、うん、もう亡くなったおばあちゃんの部屋からナースコラになるとかだからそのカーテンが揺れてるとかその変な,なことが起きるっていうことに慣れてしまうっていうのはあると思いますあそれをいちいちその不思議だと捉えない,そう,いうそうそう,そう,そう,そう <laughs> あまたかみたいな。うん、あるよねもういいよってなってる人は多いと思いますね。<laughs> むしろなんかそんなこと言ってられないっていう人もいると思いますし。一時気にしてらんない、うん ああの佐藤さんが自分は介護職のお仕事してますがなぜか人形系の階段話が集まりますって、はいえー、さんスパチャありがとうございますそうね確かに佐藤さん人形の話多いなあキャンプ階段をって言ってますねあ <laughs> そうですねせっかくそのキャンプっておっしゃってるのキャンプキャンプそうなんですよあのねうちのチャンネル最近、はい、山の階段 なるほど。っていう話になってました。流行ってる流行ってるっていうか、ちょっとプチブームになって。そうなんですよ。<laughs> なんで、その、キャンプってやっぱま山関係あるじゃないですか。うん <laughs> うん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 。なんかぜひ、後半。そうですね。当時、だから、あれでしたね。その、富士の自戒が何なのか分からなくて、<laughs> その付近でキャンプをってたんでよく。<laughs> マジですかけっえ、ありそう。それはありそう。 <laughs> すっごい生い茂った山の中でキャンプ張ってましたね。ええ、うん <laughs>、ごめんなさい、いいカマキリも流行ってますいや流行ってない。カマキリはないな。<laughs> <laughs> 違,う違う。カマキリの階段って何なんだろうな。<れ>ね、<laughs> ちょっとこの間ね、ひとこわかやったんですよ。はは、うん、はいはい、はい、で、その時にこのクロロさんっていう方がですね、はい、あの子供の時に、そのて、あんまり言わないほうがいいか、これ。 <laughs> そういう階段があったんですね階段じゃないんですよ人怖なんですよあでも俺カマキリの怖い話ならありますね一個あるんですか思い出したちょっと待ってでもこ,れこれはでも <laughs> こ,れこれはこれはでもどうなんだろうないやでもありますよカマキリのお話はマジですか はい、カマキリあの二分ぐらいで行けますかカマキリの話。あ全然行けますよ二分でも。<laughs> じゃあさいカマキリの話をして一旦休憩に入らせていただくっていう感じ <laughs> いいですか。今じゃあこれやりましょうか。<laughs> いやお願いします。いいですか。えっと俺僕が本当に小学生ぐらいの時に体験した話なんですけど。<laughs> はい。まあ当時やっぱりその僕の小学生時代ってバブルが弾けて。うん。 これから本当はマンションが建つんだった予定の場所がさらちになってることってよくあったんですよ。はいはいはい。で、昔はそのガードで覆ったりとかしてなくて、うん、だからもう簡単に入れたんですけど、そうするともう草木が生えてボーボーなわけですよね。うん、で、そこに行くと何がいるかって言ったら虫がすごいいるんですよ。ああ<ー>。当時だからバッタとか、はい、それこそカマキリとか、うん、もう捕まえるにはうってつけの場所だったんですよ。うん、で、 僕、そのカマキリをですね、結構大きいカマキリを虫網使って捕まえたんですよね。うん、で、その、それをやったって,てその自分の持ってた虫かごですよ。うん、虫かごに入れて、今でも覚えてますその,その黄色い虫かごにね、うん、入れて家に帰ったんですよ。で、お母さんにカマキリ捕まえたって。うん、であの、ベランダ置いとくねってってこう、ベランダに置いてたんですよね。うん でまあ、当時まあ猫を飼ってたんで、まあ、その猫と遊びながら、あの家帰ってからは過ごし,し,過ごしてたんですけど、はい、ま当時ね、その僕2階のベッド、あの兄貴同じ部屋を使ってたんですよね。はい、で結兄貴がベッドの1階、僕がベッドの2階だったんですよ。うん、でね、夜寝てたらね、猫がやたら走り回ってるんですよ。うん 何走り回ってんだと思って、ふと目開けたんですよね、夜中。うん、<laughs> そしたらね、自分の前になんかいるんですよ。目、うん、の前に何かがいるんですよ。え、うん、何がいるのと思って、電気パチってつけたら、中ぐらいのカマキリが僕の前でカマ振ってんですよ <laughs> で。うわーってびっくりして、で、下見たらまだ猫走り回ってんですよ。<laughs> 下見たらね、ちっちゃいカマキリめっちゃうちの中走り回ってるんですよ。<laughs> 何これってなるじゃないですか。はい、もう家中カマキリだらけになってたんですよ。<laughs> <え>びっくりして、うん、どっからこのカマキリ来たのって言ったら、はい、どうやら僕が捕まえたカマキリが、うん、卵を産んで、うん、それがいつの間にか帰ってたんですよね。は 部屋中カマキリだらけで、<laughs> ほぼ猫が退治してました。<laughs> あれは本当に怖かったですね。だって目の前でカマってんぞ<あ>カマが。<laughs> あれはダンスしますよね。するじゃないですか。あ,ありますあります。分かった。あぶな,なんで目の前にいたんですかね。い <laughs> やだからねベッド二階なんですよ僕。 はい、2>, 2段ベッドの2段ベッドで上にいるのにこのカマキリどうやって上に上がってきたのみたいなまあねまあよ子ってきたんだと思うんですけどそれもでも中くらいのカマキリっておっしゃいましたそうなんですよそうなんですよなんかちっちゃいカマキリもいるんですけど中くらいのカマキリもいたんですよえっどういうことだからこれがちょっとわからないですちっちゃいカマキリだけだったら卵は帰ったばっかりなんだなと思うんですけどうん 中ぐらい僕の前にいたのは中ぐらいのカマキリだったんですよどっから来たんだろういや本当にそうなんですよ <laughs> そんなにこれ成長早いのかなと思ったんですけどえでも他のち生まれたばっかりのやつはちっちゃいのがいっぱい,ちっちい小指ぐらい小指ぐらいのちっちゃいカマキリでしたけど僕の前にいたのはあのゴルフボールぐらいのカマキリでしたえー、飛んだのかなん どうちょっと不思議ですだからあれですよこうカマキリの卵そんなに早く孵化するっていうことなんですけど、うん、だいぶほっといたんですこれ <laughs> じゃあそもう忘れてたんです<お>忘れた頃にそんなことがあったっていうおや親はじゃあもうこと切れてたんでしょうね卵を産んだとそうそうそう,そうだ僕もちゃんと草あの草とかたくさん入れてたから餌をうん、うん、それでもう忘れてたんです僕もそんなことがあった <laughs> どっから入ってきたんでしょうね、でもそのちっちゃいカマキリもあだからベランダが開いててあ開いてたんだそう、ベランダ夏だからベランダ開けてたんですよ、はいはいはい、多分そっから入ってきたんでしょうねへぇー、たぶんあれ、ベランダってつながってるじゃないですか、はい、多分隣のうちも相当カマキリの襲来 <laughs> があったと思います大変、えでも大惨事ですね、<laughs> 結構な数ですよね、羽化するのってそう、あれはびっくりした。<laughs> あ、なんかちょっとリクエストも来てます。訪問先の団地での会談ありますでしょうか。ちなみに、あ<ー>私が住んでた団団地は数々の霊障、霊障が起きましたって。うんうんうん、あ,とんありがとうございますね。うん、団地は多いですね。やっぱりいいすね。ちょっとじゃあ、あ、はい、すみません。ありがとうございます。ちょっと、はい、<laughs> かまぬくよびさんがちょっと感想をくださって、この方がね、あの、さっと感想をくださるんですよ。 あ、そうなんですね子どもの頃は虫を捕まえるなんて全然平気でしたけど寝ている最中に中カマキリが目の前にいるとか床が小カマキリの海とかさすがにそれは怖いですね突然振られたカマキリ話にもちゃんと対応できるあたりよろずきさんの予想外の引き出しの多さに驚きましたと頂い,いてます。<laughs> <laughs> 階段ではないですい <laughs> <も> <laughs> ませんでもちゃんと出てくるっていうねつながりのお話でしたねなかなか出てこないですけどねカマキリって言われて <laughs> いやでも僕も後にも先にもそれだけですねカマキリの飲み方っていうのはねえでもちょっとそれすごいですよ家中カマキリだらけっていうのはなんかいや本当にね<え>当時飼った猫、ね、のフレディっていうのはですね何ちゅう名前してるんですか <laughs> が長いからです <laughs> 安直ですなるほど。はい。<laughs> がいごもうカマキリを退治してくれたということでね。はいはあ、よかったあの。クロロさんみたいなえぐみのある話ではなくてよかったです。ああ、すいません。なんか、あの,あのね、のちょっとね。<laughs> いやいやいや、クロロさんの話はね、あダメなやつです、本当に。ああ、そうだ、ね、ダメなやつですね。あまあ、まあまあまあ。じゃあ、すいません。なんか、あ,のあっという間だったんですけど、1>, はい、1時間経ちましたので、あ,はいはい、あ、今、十はい 七時五分。五分で大丈夫ですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、了解です。じゃ、あちょっとすみません。皆さん、五分間休憩をいただきまして、その後再開いたします。はい、はい、戻ってきました。大関、はい、さん、あ、お帰りなさいませ。はい。<laughs> ありがとうございます。ますよろしくお願いします。えっと、その前半のそのリクエストもあったんですけど、その前、私、ちょっと。はい。話しておきたいことがあったの思い出しまして。はい。 その前半であのイベントね私のイベント一緒にしてくださった時のお話ありましたけど私あの時に封印してる話ありますかって言ってちょっとこれそれやっていただくことできますかって言ってはい、はい、やったんですよ何年かぶりにねでこれがこれやると必ずその場で会員が起きるんですよって、うん、なんか8割方でんでやっ たはいいけど、なんかそのまま忘れて進行して,て,してたんですけどその後によろずきさんがお話を始めた頃に、うん、スピーカーが、うん、そのマイクの音が出てるスピーカーがずーっと異音を発し始めたの覚えてますかありましたね。<laughs> 私今考えたら私なんであの時あこれって思わなかったのかわかんないんですけど。 あの話、あいいあいうこと起きるやつなんですよ。あれ、結局、そこをまた繋がってたってことですよだからね、何か起きてた,たってことですよね。そうなんですよ。だからまだ収まって、うん、あの話、まだその今でもやっちゃダメな話だったんだなってことをあの時に思ったんですけど、洋、うん、杉さんってそういう封印されてる話ってありますか、この話やるとやばいよみたいな話とか。ああ連勝といいいううううかかかなんかそういうのがなんか起きるっていう 話はいはいはいあれなんか結構そのあんまり喋らないような話はあるはあるんですようんだからそういう時こういう例えばリクエストいただいたりとか、うん、あの時には喋るけどもほぼほぼ喋ってない話っていうのはありますねおおそれちなみに今日聞かせていただくことってできますか あーだだ大,大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。おちょぜぜひ。これね、あの、多分そん、ちょっと、まあ、この話を喋ってなかったのも、ちょっとその、王子は、えっ、ー、と、これが起きたばっかりだったんで、なんとなくちょっとこれは、一回配信画面から喋ったんですけど、はい、もうそれでしばらく話すのやめますみたいなこと言った気がするんですよね。うん いうお話なんですけどいいですかはい、お願いしますえ、まあまあで伝説だそういう話じゃないんですが、僕がちょっとあえあえてちょっと話してねしてなかった話ではあるんですけども、うん、えっとですねあの僕がその病院で勤めていた時にやっぱり病院ってこういろんな方が働いていらっしゃるじゃないですか、はい そそれこそ掃除してる方ですとか、まあ、コンビニの店員さんですとか、まあ、医療関係者以外の方も結構たくさんいらっしゃるんですよ。うん、ヘンタルの浴衣の,その業者さんとか。うん、で中でもあの食堂で働くそのおじさんと仲良かったんですよ。はい、で、まあ、なんで仲良かったかっていうと、まあ、昼食をいつも食堂を大体利用してたんですけど、うん、安かったんで。 でその食堂をね、こう今日何にしますみたいなこう、お盆を持って並ぶわけですよ。うん、で今日はあの A 定食でとか B 定食でとかいう時に、ちょっとした会話をそこでおじさんといつもしてたんですよね。うん、でそれがすごいなんかこう、やっぱりこう、仕事以外の方と話すって、まあ若干、こうストレス発散じゃないですけど、息抜きになってたんですよね、<laughs> 多分僕の中で。うん、で、結構そこでこう笑かしてくれるから楽しかったんですね。 でまあ皆さん、その僕以外にもやっぱりそのおじさんと仲いい人多くて、うん、ある時ね、その病棟の飲み会があったんですよ。えー、忘年会だったかな、うん、だからそういうのがあったんでまあ、声をかけて、まあ、仕事終わったら来てくださいみたいな話をしてたんですよまあ、ただ食堂やってるんで、えー、と7時ぐらいに閉まってもまあ指名があるから8時とかにはなっちゃう。 って,言って,てああ全然途中からでいいですよって途中から来てくださったんですけど、うん、あそ,のその時にねそのおじさんが、あのー、話をしてた時になんかその、まあ、病院で一緒に働いてるわけじゃないですか。はい、でまあこね、あのー、こんなことあったよねとかこんなことあったんですよっていろいろ話をしてたらそのおじさんがいやーちょっと最近ね なんか変なことあるんだよねって言い出したんですよ。うん、でも別に僕、その怪談話とこう話してないんですよ。うんうん、だからまあ唐突にね、まあどうしたんだろうなと思いながらも、何かあったんですかって聞いたら、まあ食堂が終わってから、通常であればね、この明日の仕込みとかもあるから、10時ぐらいまではもうかかっちゃうと、仕事が。で、その時間までその食堂の中にいるのって、 まあ管理してるのはそのおじさんだから、まあおね、あのー、僕ぐらいなもんなんだけど、いや、実はね、まあ、この間、その10時ぐらいまで残って仕事してたんだけど、うん、食堂、まあ結構広いは広いんですよね。その窓側の方の席に、おばあさんが座ってたと。うん、あれって、こんな時間になんだ、患者さんいるのかなと思って、で、まだ食べてんのかなと思ったんですけど、まあテーブルの上、パッと見ても何も乗ってないんですよ。 もうそこにぼーっと座ってるだけだと。だからおじさんに声かけたっていうんですよね、うん。すいません、もうお店閉まってるんですけど、よろしいですかって。そしたら、その、そこに座ってたおばあさんが、うん、そのおじさんの方見向きもせずに、もうずっと前向いてると。うん、で、なんだと。もうでも、あ、でも、仕事もあるけど、これ認知症の人なのかなと思ったらしいんですよ。<ー>一緒に、同時に。はいはい、迷い込んじゃったんじゃないかと。 だから、まあ、仕事を終わらせ、もうすぐ終わるから、じゃあ仕事終わって、またちょっと来て、あれだったらもう、看護師さんに声かけてみようかなと思って。うん、で、一瞬片付けに戻って、で、またフロア出たら、もういなかったって言うんですよね。うん、でああ、いつもはいなくなったんだろうなと思って、出てった感じもしないし、まあ、ただまあ仕事も忙しかったから、まあ、一応見回りだけして、誰もいないのに確認してから、まあ、その日は、その食堂出たと。うん、で、 まあこれが2週間前の月曜日の夜の出来事だっていうんですよ。うん、で、先週の月曜日。でまあ月曜日っていうのは忙しいんですよね。その土日挟む分仕込みも多いから、まあ、その日も同じように22時、まあ、10時ぐらいまで仕事をしてると。そうしたら、まあ、前回は窓側に座っていたあのおばあさんが、今度は1つ手前の席にね、またはこうし自分にこう背中を向けるように座ってると。うん もちろん客席真っ暗なんですよ。だからさすがにここビクッとしちゃって。おかしいんですよね。電気を消した時は誰もいないのを確認してるから消してるんですけど、それがいつの間にかまた座ってると。うん、でもやっぱりこのままにするわけにもいかないから、はい、あの、もう厨房から声かけたんですって。いやもう終わってますよって。でもやっぱり何の反応もないんで。ずっと座ってる。なんだあの人と。 もう無視して掃除をして、で、パッと顔を見たら、まったいなくなってた。で、まあ、今週の月曜日。ま、あその、あのー、忘年会やったのが金曜日だったんで、まあ、その、その週の月曜日ですよね。また、その、いつも通り遅くまで、こう、ガチャ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 、こう、仕込みやってたんだけど、気がつくと、やっぱりそのおばあさん、いるんですよ。ただ、今度は、厨房にね、こう一番近い席に、こう、背を向けて座ってると。 まあ、客席は真っ暗で誰もいないです、他には。うん、まあ、こんなことが続いてたから、そのおじさんもね、もうちょっと若干こう、イラッとしてしまったと。うん、もう怖いというか、もうイラッとしちゃって、そのおばあさんのところに近寄ってって、すいません、もう終わってますよって、ちょっと強い口調で言ったんです。うん、そしたら、そのおばあさん、初めておじさんの方向パッと見たかと思うと、スッて消えたと。お<ー>あいや、これは驚いたよ。 幽霊なんて信じてなかったけど、いや、さすがにあれはびっくりした。もうあれから4日経つんだけど、いまだに気持ち悪いんだよねって、こんなことあったんだよって話をしてくれたんですよ。はい。ああ、そうだったんですねって聞いてはいたんですけど、これって聞いてると、少しずつこう近寄ってきてるじゃないですか。うん、そうですよね。そのおばあさん。はい。毎週月曜日に近寄ってきてるわけですよ。うん。前回その 4日前の月曜日はもう目の前ぐらいまで来てたと。じゃあこれ、来週のか月曜日になったらどうなっちゃうんだろうって僕思ったんですけど、まあ言わなかったんですけど、思ったんですよ。で、まあその日が金曜日だったんで、まあ、えっ、ー、と、まあその金曜日は終わって、月曜日に食堂ちょっと行けなくて、火曜日に行った時に、まあおじさんは元気に働いてたんですよね。あ 月曜日何かあったのかなと思ったんですけど、話の続き聞きたかったんですけど、まあ忙しそうだったから、まあまた今度聞かせてもらおうと思ってたんですけど、その数日後ね、そのおじさんが入院したって食堂のスタッフさんから聞いたんですよ。<laughs> もうなんでそういう風になったかというと、おじさんがいなかったから、いや、最近おじさんいないね、みたいな話をしたら、一緒に働いていた、あのー、スタッフさんが、いや、実は入院しちゃってて、って言ってて。え でしかも、入院したのって、うちの病院なんだよって言ったんですよ。はいはいはい。え、そうなんだって思って。で、まあ、本当はね、これあの辺って、患者さんの個人情報だからあれなんですけど、うん、まあ、調べることはせずとも、その入院してるっていう病棟の、その、知り合いの看護師さんがいたんで、や、ちょっとごめん、あのなんとかさ、んって、入院してんのって話をしたら、あそうそうそうっ、つって。 何とかん、何号室に今入ってるよって話を聞いて、ま、ただちょっと部屋に行くわけにもいかなかったんで、うん、あ,あそうなんだって言いながらも、まあ普通に仕事してたんですよね。で、ある時たまたまちょっとなんかこうトイレに行こうとしてなんかこう、ばったり出くわして、で、ちょっと話をして、で、ちょっとじゃあ部屋で話そうかって言って、まあおじさんはこう自分の部屋に入ってってベッドに横たわったんですよ。で、開口一番にこう言ったんですよね。これをね、 伝えに来てててたののかもしれれないっっああおばあさんはって言うんはうですよ、うん、これ話の続きは、まあ、あのこうだったんですけども、まあ、その要するに今週の月曜日いつものように残業していると前回消えたあのおばあさんまた出てきたっていうんです、うん、ただ今回は厨房内に現れておじさんの方を向きながらお腹を押さえて苦しそうにしながらスッと消えていったんです うん、でこんなことがあって翌日火曜日こうトイレでこう排泄をした時に何か違和感を感じたと、うん、であのお腹を押さえているそのおばあさんの姿がどうにも気になってしょうがないって何か関係あるんじゃないかなと思って心配になって検査に行ったらこの有様なんだよっていうんですよ。うん だからそのおばあさんが体の異変を知らせに来てくれたんじゃないかってその方はおっしゃってたんですよね。だけどそのおばあさんが出てくるきっかけって何かあったんですかっておじさんに聞いてみたら、まあ、きっかけは分からないけど分かったことがあるんだってそのおばあさんっていうのはお父さん側のお母さんだった。はあ。だからそれ、いやそれ最初に分かんなかったんですかって聞くと、いやそうなんだよねって。 いやでもまさかこんなところにうちのね、おばあちゃんが出てくるなんて夢にも思わなかったから、全く気がつかなかったけど。でも自分の前に現れた時に、後でよくよく思い出してたらそうだった。だからそのおばあちゃんが、俺に危険を知らせに来てくれたんだよ。ありがたいねって言って。まあおじさんそう言ってたんですけど。その後、そのおじさん、 違う病院にこう転院してたんでその後のことって僕知らなかったんですよね、うん、で実はまあ仲が良かったから当時はやってたフェイスブック、まあ繋がってたんで何気なくそのいつも通りフェイスブックを開いたらそれから何ヶ月ぐらいかな半年くらい経ったかなぐらいにフェイスブック開いたんですよ、うん、そしたら今日の誕生日はこの人みたいに出る機能はフェイスブックってある,あるじゃないですか、はい それでそのおじさんが出てきたんですよ。うん、ああ、おじさん今日誕生日なんだ。じゃあなんかお祝いのメッセージ、ね、送ろうかなと思って、おじさんのページをピッて開いたら、うん、おじさんの遺影が映ってたんですよ。で、弟さんか何かが投稿してたんですね。はあ。まだ若かったんですけど、はい、これまあ、亡くなった後、 その病棟のスタッフから聞いたらまあがんのステージ4だったと最初からあちょっと気づくのが遅かったんですねそうですねだから僕もこんな形でこうお別れになるなと思ってなくて、はい、で結構身近な方がこうやって亡くなってしまったんで、うん 話はもうイベントとかでは絶対しないですね。なんか配信とかでももう多分1回か2回ぐらいしか多分この4年間にしたことがないくらいなお話ですね。ああ、そういう意味で。今は不要だと思ってっお話ししますけど僕は <laughs>、うん。すごいなんかね、陽気なおじさんだったんでね、うんまあ思い出すめにもこの話はちょっとなんか しまっておくのもなんかあれだね。こなすためにやっぱり思い出すんで、その、はい、さんのこと、そうですね。警告じゃなくて迎えだったのかなっていう、<ー>うん、っていう話はありますね。なるほどね。そっか、そうですよね。ちょっとタイミング的にはもうあれたし身内の方だし迎えに来られたのかもしれん、ね。うん、そうですよね。 そういう意味の封印ですかそそ。そうですね。こういう意味での封印。まあ、そうですね。まあ、完全に封印はしてないですけど。はいはいはい。あ、まあ、ちょっと控えてる。はい。ほぼ喋らないですね。<う>ただ、年に一回、まあ、二年に一回ぐらいは。やっぱり、こでお話ししたいなと、僕は思ってはいる話ですね。なるほど、ね。なんか、忘れたくないんで。はい。そうですね。うん、埋もれてしまうのも。 最後にそのそ、ね、忘年会参加してくれてその今こんなの変なんだよって話をしてくださったのもですもんね、うん、そうですね、いやこれはこれはね、そうそうですね。うん、寂しい寂しいですね、こういうその自分の配信以外でお、うん、父様でお話しさせていただいたのは初めてかもしれないですね、ああかこういった意味で僕はこの話はもう封印してましたね。 いいやありがとうございます。はい、なんか外で変な感じになっちゃいましたけど、えー、一応なんか変なんかこ,うです、ね、こういう話になりますまあまあ、病院の関連なんではいや,っぱやっぱねそうなんですよ階段ってやっぱその怖いとかじゃなくてやっぱこういう悲しいというか寂しいお話も結構ありますよね。アフさん患者さんと接する時間が長いドクターや看護師さんは死んで体験多いと思いますが。 検査技師さんやレントゲン技師さんの会議体験ってあるんでしょうか。あーあーああありますよありますあります。レントゲンたまに聞きますよね。技師さんから聞いた話がありますね。ん<ー>うん。うんジャストミートの話がありますね。おおちょっと聞いたそうなんかリクエストがめっちゃ増えてきましたね。どうぞあ全然、ね、大丈夫ですよ。いいいいですか。え、ね、大丈夫です。ドクターもあるんですけど。うん。ドクターってあんまりだからこう幽霊っていうもの自体をそもそも 信じてない人が多いんで、理論的、なんていうの,その、ま、解明できないから、あの人たちはエビデンスがない話大嫌いだから、<laughs> 確かにちょっと理系ですもんね。うん、そう、う証明できないから嫌いなんで、はいはい、だから、だから、でもそれでも、やっぱりそう、そなんかこう,こういうことあるよねって思ってる先生からじゃないと聞けないんですよね。<laughs> うんうん。なるほどね。なんかちょっと前にえと待ってくださいね。い <laughs> ままってすさとに ちょっとさすがにさすがにちょっとね全然話してないんでその話 <laughs> でもねなんかあれですよその技師さんの話は、はい、うわーっと思いましたねマですか検査ちょっとじゃあ私向井よびさんのコメントを読んでおきますねはいとてきの会談ありがとうございました看護師さんのお話かと思いきや食堂の栄養士さんのお話とは何も反応せずただ沈黙しているだけのロ,ロ,ローバー 毎回ちょっとずつ近寄ってくるってシチュエーション的には相当怖いと感じていたのですが、うん、病院という場所からおばあさんはその病院で亡くなられた方なのかなと思って少し切なくも感じていたら結末のあまりの悲しさに聞いているこちらも鎮痛な心境になりましたと、うん、いただいてすいません申し訳ない <laughs> いや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 ,いやなんかでもその病院でなんかしあの多分ねこれ金労さんから聞いたんだと思うんですけどなんか、えー、あのこ市長さんなんですけど えっと手術中じゃない手術のところにこうタクタンクじゃないあれゴロゴロって何ですかあれがゴロゴロって来てエレベーターが下ろしてゴロゴロって入れといて手離してる隙にゴロゴロってまたエレベーターの方に勝手に別に斜面とかじゃないんですけど勝手にゴロゴロって行ってあの。 なんか何回かが恋愛室になってその回へ連れて行こうとするっていうのに、ね、お,おいまだまだまだ,まだって、えー、まだだまだよってまだだよって全然動じてないお医者さんたちを見たっていう話をまだだよって言いそう<笑><笑>あそうそうストレッチャーね出てこなかった皆さん <laughs> ストレッチャーああーオッケーですよお来きた 技師さんからこれ聞いた話ですね。これね、この方にいろいろ聞こうと思って連絡取ろうと思ったら、なんかもうツイッターやめちゃったのか、連絡取れなくなっちゃった人なんですけど、はいはい。えっと、まあ、病院内で、まあ、さっきも言ったけど、いろんな人が働いているんですけど、うん、その中でこう、病気のこう診断に欠かせない存在っていうのが、まあ、放射線技師さんなんですよね。はい。レントゲンとか CT とか MRI とか、もう、こう、それぞれ使えるようにこう精通していて、 活躍されてる方々なんですけど、うん、この方が、まあそまあ、ある総合病院で放射線技師として働いていると、うん、で二次救急の医療機関、まあ、二次救急っていうのは何かっていうと,、えーとまあ、大きい病院で緊急の患者さんも受け入れるっていう一般的な病院が二次救急っていうんですよ、うん、でそのまあ、えー、とよく言う普通の大きい病院が多分それにほぼ当たるんですけど で、それも、まあ、そういう医療機関なんで、当直があったり、日勤があったりってこう、その日によって変わってくるというか、うん、結構まあ忙しいっちゃ忙しいんですよね。で、その当直中に、この方、まあ、A さんとしますが、その A さんが体験したお話なんですよ。でその日ね、日勤がすごい忙しくて、まあ、当直に入るときにはもう、くたくたでね、結構早い時間から休憩室にあるソファーで髪を取ってたらしいんですよ。うん で、まあ、緊急ではいきなり、こう、状態が危ない方っていうのは来ることがあるんで、まあ、常に気を張ってしまっているんで、その、眠りに入るって言って、髪を取るって言っても、こう、浅い眠りになってしまうらしいんですよね。うん、でも、その日はちょっと、こう、疲れてたこともあって、こう、深い眠りに入っていたと。ただ、まあ、どれくらい寝てたか分かんないんですけど、こう、怖い目を見て目を覚ましたらしいんです。もう、目が覚めたらびっしょり汗かいてて。 怖かったと思って。で、その夢な何だかっていうと、こう仰向け寝ているね、その A さんの頭側から、顔を覗き込むような形で男性とこう目が合っていると。まあ、そんなような夢だったらしいんですよ。で、その時に何か言われたような気がするんだけど、こう思い出せないと。で、こう怖い夢で目を覚まして30秒ぐらい経った頃に、緊急の PHS が鳴って、 もうガリガリに痩せた70代の女性が、まあ心肺停止状態で入ってきた。はい、で、落ち着く間もなく、まあ現場が僕をバタバタし始めるんですけど、結局この方も蘇生してもまあ脈が戻らず亡くなってしまったんですが、うん、こう何が原因だったかって調べなくちゃいけないので、あの、死亡診断画像、まあ、えー、死亡時画像診断っていうのがあるんですけど、うん、まあ、 死因を究明するためにご遺体の CT を取ることっていうのがあるんです。うん、なので、このガリガリでこう70代の女性の CT を取るってことになったらしいんですよね。はい、で、こう、ね、やっぱ亡くなった体ですから、まあ、若干固まりも始めるんですけど、うん、やっぱりこう亡くなっている状態でやるのは、やっぱり本人もちょっとこう少しは抵抗はあるけど、まあ、仕事なので仕方がないと。 で、CT を取り終わって、で、それからしばらくすると、新しく CT のオーダーが入ってきたと。うん、で、まあ、男性患者で、腹痛のね、原因の精査という形で来たらしいんですよ。うん、で、身動きできる方だったんで、そのまま CT 室に来てもらって、うん、で、その撮影する信頼っていうところに仰向けにこう寝、寝るように説明して、寝ていただいたんですけど、 けにに寝ていた瞬間にね、勢いよくバッと状態だけ起き上がしてその患者さんがねだ、嫌だ、絶対ににここいいたくなっってて。言うんですって、うん、まあこの A さんからしてみれば今さっきまで亡くなってた人が乗っていたところだから、うん、もしかしてこの人分かる人なのかなって思ったらしいんですよ。 症状、まあ、もそこまで急ぎではないから、ドクターと相談をして、じゃあ違う日に検査しましょうって,って予約を取って帰ってもらったと。うん、でとりあえず人,人だなくしたんで、じゃあまた仮眠を取ろうと思って横になった時に、ふとさっき見た怖い夢に出てきた男性が言ってたことって何かっていうのを思い出したんですって。うん、思い出したというよりも気づいたっていう感じらしいんですけど、その、ね、夢の中で男性が、 いやだ。絶対にやだ。ここにいたくないって。さっき来た男性と全く同じことを言ったらしいんですよ。ただ、夢で見た男性とは全く違う顔だった。で、これに気づいてなんかちょっとゾッとしたって言うんですけど、違う意味で。まあ、何日も経ってこう、このことが忘れられなかったんで、電子カルテをこう、その男性がどうなったんだろうと思って見てみると、 この検査に来てた、普通で来た男性、うちの緊急に来た次の日に、違う病院で亡くなってたんですって。えー、しかも死因が溺死だったと。ええー、まあ形は違えども、僕にはね、その A さんには、どうしてもこう偶然とは思えないような出来事がありましたって話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、え なんで,なんでえも,もしかしてお風呂とかでってことですか、うん、これねえっ、ー、とえっ、ー、とですね海が周りにあるところなんでこの方がたいてるところっていうじゃあお,お外でってことか、ね、そうですねちょっとその病気とかは関係ないことで感じだけどなくなってたって言ってましたねへー でね、ど,どことどこが関係あるのかがわかんないですけど、うん、そのなんかこう本人もこれつながっててかわからないんですけどって言ってただはい、はい、やっぱりこう自分が見た夢と、うん、その時患者さんが言った言葉っていうのがリンクしちゃってそうですよねそうでなおかつその後と溺死してたっていうのがちょっと気持ち悪いんですよねっていうので聞かせてもらったんですなるほどちなみにその前にお亡くなりになられてたおばあさん はい,はい、はい、のその原因とかは全然関係なさそうなのないっないですねこれは、これは聞いてないですね、うん、これをだからそういろいろ聞きたかったんですけど、はい、なんか連絡つかなくなっちゃったんで、うこ、ん、れを聞かせていただいたままなんですよね。なるほどねもしそこで何かちょっと,、うん、えーと CT がちょっとおかしいとか、何かちょっと。 気になるものが関わってきたりしたら余計つながっちゃうかもしれないようななんかそういう雰囲気のあるお話ですよね。そうですね。ちょっと本当にいろいろもっと調べればもうちょっとわかったかもしれないなっていう。うーんいやーでもやっぱ病院っていろいろそうですよ、ね、んな看護師さんだけじゃないですもんねいろんな技師さんとか。そうですねまあ、技師さん聞いた話はもうこれだけですね。 すごいな。いやありがとうございます。たくさんも皆さんバチバチ、はい、パチパチ。ありがとうございます。ますで、なんかちょっとすいません、立て続けに聞いて申し訳ないんですけど、さっきのキャンプのお話とかもいい, <laughs> い,いんですかこんなにたくさんお願いし。お全然大丈夫ですよ。<laughs> 全然大丈夫ですよ。キャンプの話です。うしいですね。ちょっとキャンプの話をじゃあすいません。立て続け皆さん、キャンプとか行かれるんですかね最近のか ああえっとなんかまた最近流行ってるんでしょキャンプってうんうん、うん、ああーまあ流行ってんのかななんかこう、ねはい、それこそこのコロナ禍で密集に行けない、うん、密集地に行けないからこう割とほんと人とか一人キャンプみたいなのが、うん、ああなるほどね確かにツイッターでも見るなうん結構 you YouTube もねそういう一人キャンプのチャンネルとかうん、うん、まあ、ああいうキャンプではなかったんですけど僕はって 出たのは当時、うん、あのそれこそボーイスカウトだったんでえっ、ー、ともう集団で行くんですよ、うん、大きななんかバス、うん、貸し切ってもう2つ2台バス2台ぐらいで行くんですよねあ結構で一つの班に6人ぐらいこうメンバーがいてそれが4班から5班ぐらいあるんですよ、うん プラス上司,上司というか上の方の人たち、うん、その管理してくれてる人たちがいる同じ,じ10人ぐらいいるから、まあ、30人から40人ぐらいでキャンプ行くんですよ、うん、で昔その、まあ、ボイスカートに入ってた時にこう毎年ねなぜその時期なのかよくわからないんですけど今思えば、うん、お盆に合わせて、まあ、休みが取りやすいのかもしれないです昔の人がサラリーマンの方々が。 5泊6日のキャンプに行くんですよ。5泊はい。<ん>長いんですよ。結構長いですね。めちゃめちゃ長いんですよ、これ。お<ー>で、まあ、場所というのは、いつも、その、富士のふもとで行われてたんですけど、うん、だからそのキャンプに行くと、その流れで、その氷結とか風結とか行ったりとか、はい、樹海の中をこう散策したりとか、うん、いろいろやるんですよね。 でまあ俗に言う,こう高原のような場所じゃなくて、うん、もう木の間にロープを張って支柱,支柱を立ててテントの周りに穴を掘ると本格的なキャンプなんですよ6人ぐらいが泊まれるようなもう軍隊のキャンプみたいな感じですだ,か <laughs> だからトイレも穴掘って <laughs> 木にロープ張って目隠しつけてみたいな <laughs> でトルペが使えないから、えー、と当時は木の葉っぱかなんかを集めておいて <laughs> すごかったですね サバイバイ、ね、それい感じではいうん、これ目隠しっつっても目隠しするもないからポンチョとかみんなの集めて目隠し作ったんですけど、うん、これね、あのー、最終日の前日に必ずキャンプファイヤーやるんですよ、うん、でこうある時はこうある時ねこうキャンプファイヤー毎年やってたんですけど、はい、体調が悪くてねこうキャンプファイヤーに参加できなかったんですよね、うん でそのまあテントの周りっていうのはまあもう木で追い,追い茂ってるわけですから、まあ、光なんかないわけで、うん、もう空の光も入ってこないんですよそれぐらいこう草木がこう追い茂ってるわけなんですけど、うん、夜の移動になったらまあ必ず懐中電灯を持って移動をしてたんです、うん、でその8人から10人用のテントに一人で留守番することになったんですよね で、こう寝袋にくるまっていて、みんなの帰り待つんですけど、そのキャンプファイヤーって2時間ぐらいやるんですよ。で、やる場所も森の中じゃできないから、開けた場所でこう火をつけると。だから距離も結構離れてるんですよね。幹部の人もみんな参加するから、テント周辺に誰もいなくなるんですよね。怖だからもう虫の声のみ聞こえてくるという、ものすごい静寂というか、まあ、静寂でもないか、虫の 音の中にこう包まれてるようなそんな感じなんですけど、うん、当時はこう携帯電話なんかなかったですしポケベルさえもなかった時代ですから、うん、もう手元にある光なんて懐中電灯だけだったんですけどずっとつけておくとやっぱ電池切れちゃうんでね移動の時ぐらいしか使えないんですよ、うん、だから真っ暗なテントの中にまあランタンなんてありませんからまあじっとしてるわけなんですよ で、まあ、今ならね、こう暗いところにいれば即寝れるんですけど、まあ、当時は子供だったんで、なかなか寝つけないと。はいはい、で、暗い目の中、こう、じーっとこう、まあ目を開けてぼーっとしてると、まあ、だんだんとだんこう暗い目,に目が慣れてくるわけで。うん、で、その時にこう気がついたんですけど、テントの中にね、誰かもう一人寝てるんですよ。ええ。へ。縁袋が8個ぐらい並んでるんですけど、そのうちの、 一つか二つぐらい右隣の寝袋が誰かが寝てるように膨らんでるんですよ。うん、で、顔までこう寝袋でこう、寝袋を被ってるから、まあ誰が寝てるかわからないんだけど、まあ明らかに誰かが寝てると。うん、あれもういつの間にか誰か帰ってきたのかなちょっとおかしいなぁと思ってこう、目を凝らしてると、まあ確かにこう呼吸でね、こう寝袋が上下してるのがわかる。でも絶対こう誰かいるはずがないんですよ。うん みんな、いってらっしゃいと送り出してるわけででも、膨らんでるその寝袋、かすかに動いてるただ、寝袋ってちょっと動くとシャカシャカ音するんですよね。もう若干、ビニールがこうね、あのなんていうんですかね、寝袋寝たことある方わかると思うんですけど、これなんかビニール製っぽくなってて、うん、シャカシャカ言うんですよ。うん、でも、何の音もしないんですよ。うん これはなんか変だなと思って、まあ、やばい、やばいかもしれないと。当時は結構そういうことがあったんで、で寝袋頭からかぶって、なるべく音を立てないようにじっとしてたら、まあ、風邪薬で飲んでたこともあったんで、いつの間にか寝てしまったんですよ。うん、で、ふと夜中、ぱっと目が覚めると、も、ま、う、あ、みんな帰ってきて,て、いつの間にか。うん、まあみんな寝てるんですよね。うん、ああ、よかった、みんな帰ってきたんだと思って。 で、こう、なんとなくさっき膨らんでた寝袋を見ると、もう、もう友人がそこで寝ている姿があった。で、ほっとしてまた寝ようと思って横になったときに、その友人がガバッと起き上がったんですよ。あ、起きたでさっきあったことを話してあげようかなと思ったときに、そのね、起き上がった友人を見たらね、その友人が起き上がったのがね、友人じゃないんですよ。 見たこともないこう半透明の子供だったんですよ。で、その子供がこう起き上がったままぼーっと前見てる。友達はね、寝てるんですよ、寝袋で。<laughs> で、あれな、な、何が出てきたのってこう、思って、こうじっとしてたんですけど、怖いから見たくないわけですよ。で、隣に寝ている友人のこう寝袋が壁になって、半透明のその起き上がった、 子供の頭の部分ぐ,ぐ,ぐらいまでは見えてる。でも顔はずっと前向いてるんですよね。でなんか喋ってるんですそれで。なんだ、なんか、なん,なんか言ってんなと思って、君に立ててると、おい、おい、おいって、小声でずっと繰り返してるんです。でうわっと思って、まあ、 寝袋をかぶってそのまま寝てしまったんですけど、はい、まあ翌朝になって何のよってもなかったようにまあ撤収作業をしてその帰りのねバスの中で「こんなことがあったんです」ってこう仲のいい仲のいいというかよく面倒見てもらってたその副隊長みたいのがいてもうだいぶ上の方なんですけどその方に「こんなことがあったんです」って昨日の夜って話をしたら。 そうかーってこうしばらく考えた後に怖がるから他のメンバーには言うなよって言われて話してくれたんですけど実はその僕たちが入るえずっと前にボーイスカートの子1人が交通事故で亡くなってしまってるとその亡くなった時期っていうのがちょうどそのキャンプ前なんですって。 だからもしかしたらその子が一緒に来たくてついてきたのかなって教えてくれたんですよね、うん、でもそれがそうなのかどうかっていうのはこれ調べてないから全く分かんないんですよ、うん、これに関しては僕の,その副隊長の人がそう言ってただけで本当にあれはついてきたその、ね、亡くなったボイスカットの子なのか、うん、それとも その富士の次回の周辺にいた子なのかわからないけど、うん、こうキャンプで体験した怖い話ですね。怖 <laughs> <は>い、ありがとうございます。えー、どっちだ、えちなみにそ,その亡くなった子っていうのは、その年の。あいえいえ、もう、僕が帽、はい、子が入る前だそうです。 えー、どっちだろう,いやでもうやただ後にも先にもそこだけでしたねうんうん、うん、そのキャンプで何か体験したっていうのもうん、うん、毎年その富士に行くわけではないですかうん、うん、あ毎年富士に行ってますねああでもその体験したのはその1回だけ そうで,す、ね、で,でもまあ,あの泊まる場所というかそのキャンプって張る場所は毎回ちょっとずつこう違った気がするんですよ今思えばはいはいはい、はい、全く同じ場所ではなくて、うんうん、ちょっと変わってたと思うんですけどでもまあ樹海に子まも、あ、何なんだろうなと思うし確かに、うん、何とも何ともこう何だったのって話になっちゃうんですけどこれってうんまあでも不婦の樹海ってそのいわゆるもともとその令状というか えれん,うん、うん、ええなんだっけなそういう神聖な場所だったのって、うん、そのもっと時代のね古いことかもいたかもうんそうですねないしあなんかでも満島玲子さん自衛隊の話で同じようなものを聞いたことありますあそうなんだなんかでもその樹海がほら今はそれこそ マラムさんの本とかいろいろフィーチャーされてたじゃないされてるじゃないですかはい、はい、昔なんかそんなこと知らないから、うん、普通にこうただまあ山なんだなって富士のふもとの山ね森なんだなと思って、うん、やっぱ歩いてるとなんかやっぱり看板があるんですよ <laughs> ちょっと待って誰にもらったその命とか <laughs> なんかそういうじゅじゅ自殺をこう止めるような看板がやっぱりそこら中に立ててあってはいはい そそれこそ片方だけの靴とか、うん、薬の袋とかなんかシャツなんかババシャツの上だけとか落ちてたんで、はい、今思えばなんかすごかったなって思いますねあそこロープもつる,つるしてあるロープも見てみましたし <laughs> あえープだけですかロープだけ下に何も落ちてなかったですか何も何もなかった <laughs> 小学校の時だから半0年以上前の話ですよこれはいはいはい、はいうん、いやなんでしょうね私も「富士の次回」の話そういや聞いたことがあるけどでもそれ以上ひどいことにならなくてよかったです私がなんかこの「不思議な館」でご投稿いただいた話の中で「うんはい、富士の次回」の話は結構やばいことになって。 話だったんんでですすよ<あ><初>そうなんですね最終的にそのお亡くなりにっていうああそれはなかったかしかもそれもあの受解で56時間迷ったことはありますけど、うん、<laughs> 危ないですねあのトランシーバー当時携帯電話なんかないからトランシーバーでやり取りしたんですよ、はい、トランシーバーが効かなくなっちゃってええー。 でな,なんとかなんか道路みたいなところに出て、そこでようやくトランシーバーつながって、入れたっていう時ありましたね。怖っ、はい。それで金のことも、なんかついていったら、骨だったみたいな話もあるじゃないですか、なんか。ありますよあ。あの、なんか、うん、そうそう、あのー、そうそう、自衛隊の訓練のやつもありますからね。あの信号が、同じように信号出して、はい、サインをねこう、ちっちゃいライトでピピって。はいはいはい でちゃんと申し送りしたみたいななってるのにそ,その人は存在しなかったっていうへ、ね、えー、いやいろいろあるんですよねやっぱまだそう考えたら自衛隊の人がめっちゃ経験してそうっすよねなあると思いますよなかなか表に出てこないじゃないですか、うん、自衛隊さんとかで警察官の方の話とかってですねあると思うんですよね まあそういった意味でも看護師っていうそのこの一つのジャンルなかなかやっぱ出てここにきにくかったりするじゃないですかやっぱああそうですね。うん、だかそれが一部垣間見れる洋輔さんの話っていうのは貴重だなと思いますけどね。うんうんうん、なんかでもこれあの僕らがもっとちっちゃい頃は、はい、えっとキャンプじゃないんですよ。なんかそれこそ小学校の60人ぐらいが泊まるような。 そういう施設があるんですけど、はい、そこに寝泊まりしてたんですよね、小学校低学年の時は。で、僕がその、だいぶ上の方になっだいぶ上っていうか、中学生ぐらいになってから、そこに、まあ、付き添いで行くわけですよ。はい、やっぱり上の人がある程度いないと大変だから、付き添いでそのキャンプに行った時に、やっぱり泊まってるのがでっかい、そのなんか、 何て言うんですか、こうベッドだけが部屋の中に2段ベッドがこう6個ぐらいあるような部屋がたくさんあったりとか、あるじゃないですか、はいはい。林間学校とかにありがちなやつでそう、林間学校でそうそうそう、そういうところに泊まってたんですけど、うん、なんかね、大人はやっぱり夜飲みたがるんですよ、お酒を。<laughs> でで僕らは飲まないんじゃないですか、ちっちゃいから、はい、中学生だったら。はい、だけど、付き合わされるんですよ、あの要はお酒飲まなくてもあの話しようぜみたいな。子供たちは寝てるから はいはい、上だけで話しようぜみたいになって、うん、も,うもう毎晩こう夜,夜の10時ぐらいから2時3時ぐらいまで付き合わされてたんですねで,で6時には起床なんです本当 <laughs> <laughs> きつかったんですけど、はい、その時にあのそういう林間学校みたいな場所で真ん中両、えっとね、建物のこう U 字型の部分に泊まるところがブわーってこう壁沿いにあって。はい 真ん中が食堂みたいになってたんですよね。うん、みんなでご飯食べたり集まったりできるようなスペースになってて。うん、で、もう僕、もさすがに眠いんで寝ますってって、その宴会場を後にして、その食堂みたいなそのフロア、真ん中の大きいフロアをこう突っ切って自分が泊まる部屋まで戻ったんですけど、その食堂みたいな部屋をこう、あフロアをこう歩いてたら、誰かがこうトイレ終わったのか手洗ってたんですよ、子供が。うん で手洗ってたからまあ通り過ぎたから「早く寝なね」とか言って言ったら「はい」っつっておじさんの声で返事返ってきたんですよ <laughs> で「えと思ってパッと振り返ったらもう誰もいなくて水だけ流れてるみたいな状況がありましたね一回えー、何が出てたんだそれどっちだどっち<や>だあれでしょうお水出てたそうだから水止めて僕またベッド戻って寝ましたけどいや寝たんだ <laughs> <laughs> あれは忘れられないですねだからもう何か何かあると忘れられないんですよねそうでしょうねインパクトすごいですね怖っもうなんかいろいろありますねまだちょっと団地の話とかも聞きたかったんですけどなんか意外と <laughs> <あ>意外とすいませんちょっと時間だいぶ押してますねそうですねはい <laughs> あのちょっと今からで申し訳ないんですけど締めの階段一つお願いしても、はい 締めの会ではもう何話そうとしたかも,もう忘れそうになってやばいなあそうだそうだこの話をしようと思ったんですよねえー、っとね、はい、まあナースコールの話ってやっぱり多いじゃないですか、はいはい、でまあこれ そもそもこのナースコールをまあ発明したのっていうのが、フローレンス・ナイチンゲールってまあかの有名なナイチンゲールなんですけど、はい、まあ当時はこ,うこんなでん電子じゃないからこうベルを鳴らしてたっていう、有名な話ではあるんですよ。うん、あのよベンツキ呼び鈴鳴らしてたっていうんですねで。電気が普及して今の形にはなってるんです。うん、でまあ誰もいない部屋からならナースコールっていうのは、じゃあ果たして機械の交渉なのかとか、誰かにいらずなのかとかいうところがまた、あ、のー よく言われてるんですけど、まあ、看護師さんにね、不思議な体験ないですかって尋ねると、大体こう、ナースコールの話聞かせてくれたりすると思うんで、まあ、皆さんの周りにもしね、看護師さんいらっしゃったら聞いていただければいいかなと思うんですけども、この話、まあ、とある病院が新しく建て替わる前に、そこの内科病棟に勤める看護師さんから聞かせていただいた話なんですけどね。はい、まあ、ある日、こう、ナースステーションで点滴を作ってたんですよ。 で、ナースコールが鳴ったんですよ。うん、ただ、まあ、点滴を作ってるんで、まあ、清潔動作なんで手を止めるわけにもいかないと。誰か出てくれないかなと思ってたんですが、まあ、ちょうどその病棟も忙しい時間帯で、まあ、誰も行けないと。うん、まあ仕方がなく手を止めて、ナースコールが鳴った部屋に放出すると。そのおばあさんがね、そのナ,ナースコールを握りしめたのは、まあ、そこの黒いカーテンが邪魔だから、 けててくれないかしらって言うんです、うん、まあ一瞬よく分からなかった。病院のカーテンっていうのは基本ベージュ,ベージュかピンクなんですよ。で場合によっては、まあ、場所によっては黄緑色とか使用してるんで。うん、でこれで、ね、意味があって、まあ、精神的に落ち着く色と言われる色が使われてるんですけど、だから黒いカーテンなんであるはずがないんですよ。うん、辺り見渡しても黒いものなんか見当たらない。そんなカーテンありませんよって。こうカーテンをこう避けたりしながらこうそう答えるんですけど。 そこにあるじゃないどけてよこっちの話聞いてるのかね分かんないんですけどもう目は一点を見つめたまま動かそうとしないんでまあおそらくその方向にこのおばあさんが言う黒いカーテンがあるんだろう分かりました取りますねってこう声をかけてカーテンをこう避ける真似をしたんですよそしたらこちらを向いてありがとうってこう笑顔で返してくるまあ当時その彼女が勤めていたのは肝臓内科っていうまあその専門の病棟だったんで ま意識がちょっと悪くなることもあるし、まあ、こんなこともあるんだろうなと思ったらしいんですが、その日の勤務終了後にね、たまたま帰りに、えー、市長さんがこう出くわした。まあ、ちょっとその話をしたらしいんですよ。うん、そしたらその市長さんが、あ、それね、多分違うと思うわって。そう言って話してくれたんですけど、そのね、市長さんが言うには、まあ、その市長さんがまだ主任だった、数年前。 担当していた患者さんからナースコールが鳴ったんで放出したんですって。そしたら、そのね、患者さんが言うんですよ。なんで何回も押したのにもっと早く来てくれないのって怒ってる。うん、いやいや、今ナースコールが鳴ったから来たんですよって伝えるんですけど、その患者さんはいや、そんなはずはないと。このナースコールも、こっちの黒いナースコールも押したのに、なんでもっと早く来てくれないのって言われて、 黒いナースコール黒いナースコールってどれですかって言うとね、その患者さんがこれだよってこう答えるんですが、患者さんの手には何もないんですよ。うんまあ、押し問答しても仕方がないんで、まあ、来るのが遅れたことに謝罪をして、部屋を後にした。それから2日後、その患者さん亡くなってしまったんで,、うん、でそれからしばらくしてまた別の患者さんからナースコールが鳴ったんで、放出すると、看護師さんって、あのナースコール知らないって。 ナナーーーーススココルルを握りしめたまま、ナースコールどこでですす。かってて聞いてくるんですって専門かなと思ったんですけど手に持ってるんで「ナースコールこれありますよ」って言うと「あいやいやこれじゃないんだ」って「もう一個の黒いナースコールは?」って言うんですってでその時ねあっと思ったとこの人、まあ、ちょっと前に亡くなった方と同じことを言ってるんですよ だから、まあ、気になったんでね、そのナースコール、どんな形してるんですかって聞いてみたら、普通のナースコールと同じ形してるって言うんですよ。うん、ただ、その黒いナースコール、なんとなくこう、押しちゃいけないような、まあ、そんな気がしたんで、またじゃあ用事があるときは、必ず白い方を押してくださいね。黒い方は触っちゃダメですよって。って話をして、まあ、その場を後にしたんですけど、そんなことがあった数日後ね、 同じ患者さんからまたナースコールが鳴ったんですよ。で、部屋に入ると、もうなんで、なんでもうタイプ来てくれないので、こっちのナースコールも、こっちのナースコールも押したのにって。まあ、疾患による体の痛みからこう焦ってる様子がうかがえたと。あ、押しちゃったんだ、と思った数日後、その患者さん亡くなってしまった。それからというか、たびたびね、 病棟で、その黒いナースコールの話を患者さんから聞くようになるんですよ。ただまあ、その内科病棟の患者さんっていうのは、まあ、性質上こう意識レベルが悪くなったりとか、体の痛みもあるから、まあ、セ詰まってナースコールを押すことが多いんですよね。で早く来てほしい。早く痛みを取る薬が欲しいっていう気持ちに押されて、なぜかそこにあった黒いナースコールを押してしまうのか。一体これどっから出てきてるんだろうと。 だから患者さんから黒いナースコールの話を聞くとあこの方そろそろなんだなって思ってしまうらしいんですそれが何で出現するか分かんないんですが共通して言えるのはその黒いナースコールを押してしまうと近日中になくなってしまうだからその黒いカーテンって言ったおばあさんももしかしたら四季が近いのかもしれないよね 仕事の帰り道に市長さんとそんな話をした翌日そのおばあさん急変して亡くなってしまった、えー、この黒いナースコール市長さんはやっぱり気になったんですよ他の病棟でも同じのとあるんじゃないかなもしかしたらこれってこう病気で洗毛とか起きてしまって頭が混乱してしまうと見えてしまうものなんじゃないかと思っていろんなところの市長さんに聞くんですけど どここでもそんなな話聞いいたことがない6階にあるその病棟だけその黒いナースコールはどこって患者さんが言ってたんですってまあ今はここ建て替わっちゃってるんで存在してないんですけどもともとあった建て替わる前のその6階のある病棟で起きた 黒いナースコールという話です。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。なあ、怖っちょっとでも、ナースコールの話は聞いたことありますけど、それは、それはあんま聞いたことないですね。これは僕も聞いたことないですね。初めて聞きました、この黒いナースコールっていうのは。ねえ、お迎え、なんかほら、黒い影が見えたらとかっていう。 話を聞くんで最初、そのカーテンはそのそれ系かなと思ったんですけどちょっとなんか違いそうですよね、だって見ても押さなかったら大丈夫だった人いるじゃないですか、今お話の中に1人。あそうですね、もう押しちゃうとダメだっていう、はいはい、白い方う押してくださいねっていうとねん聞いたら、うん、そのナースコールの形ってどんな形してるのって聞くと、うん、普通のナースコールの形っていう人もいるし。うん なんかこうピポーンと押すようなスイッチ式のナースコールの人もいるちょっと黒いナースコールの人もいるんですって人によって形が違うんですってえー、どえどうね、なんだろうでもしかもその6回しかなかったってことはすごいですよねなんかね隣にね、あのーまあ、病棟はあるから、はい、そこと休憩室て一緒なんですってうん だからその時に、いや、こんな話、患者さんじゃなかったって、いろいろ聞いたんだけどないし、はい、仲のいい他の病棟のその市長さんというか、まあ、主任さんとか聞いても、そんなこと聞いたことないねっていう、その病棟だけなんですって、そんな話が出てくる。だ当時は、その市長さんだけじゃなくて、他のスタッフも、黒いな、スコールないって言われた人、何人かいるんですよ。ああもうそこは、だからもう本当にそこにいた人が知ってる、結構い、もうおなじみの。 でもね、これ、ちょっと裏話すると、はい、ちょっとこれを、こうだけで裏話すると、<ん>このね、僕はどこだか知ってるんですよ。はい、どこの病院でどこの病棟か知ってるんですよ。何階にあってっていうのを知ってるんですよ。まあ、全部それ、まあ、だいぶ変えてるんですけど、うん、話すときは。はい、あのね、ある漫画で、うん、その病院の、えー、何 絵が出てて、うん、でなおかつその体験者が入院している病棟がそこだったんですよね、うん、でそこでなんか別の会体験をしてる人が漫画になってたの見たことあって僕はいうわここあそこじゃんみたいなうん でしかも、そのなんかこう立て立て変わっちゃってるから、もう形が同じだとしてももうわかんないというか、まていうかあれ大丈夫だったか、全く同じ形でなんで、立て替わる前の病院と。<laughs> <laughs> あのある漫画大丈夫だったのかなとか、僕は逆にそれが心配なんですけど、<laughs> そこのまあ入院する病室がありません、申し訳ないんだけどこのこのこの、ここに行ってくださいって言われたところはまさしくそうだったんですよね。へ でそこで解体いい気になってる人の漫画になっててそれは黒いナースコールの話とは全く関係ない解体けなんですけど、はい、やっぱりあの病棟なんかあったんだなってそれでなんか余計思いましたね僕はえ,ー、えちなみになんかな何あのち,ょちょっとだけその漫画になってたのは何がお化け出る話なんですかお化け出る話でしたねああ<ー>んかそれは体験者さんの話を集めて書いてるみたいなはい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  なくなっちゃうサインみたいなことではなく、なんか出るっていう話。畑でね、関係ない話ですけど。<laughs> いや、なんかでも、ちょっとだけ思ったのが、そのカーテンっておっしゃったじゃないですか、最初。で、でも、そのメインはナース、ナースコールのこのブザー、いろんな形のブザー。なんか、例えば、その場所、その例えば、今ね、おっしゃった六階。の場所だけにすくってた、外、何か、その。うん、えっと、あっちへ誘う系の。何か。死神的な何かが。うん そのサインをだかナースコールのサインを出す癖のある何かが居座っててしかもそのカーテンっておっしゃったのはその、うん、ナースコールそのものじゃなくてその救ってる何かの一部だったとかねああそうですね僕は今これ静さんと話してて、はい、本当にそれカーテンだったのかなって僕は思いながら話してました <laughs> ああそうですよねカーテンじゃなくて、うん、その死神のなんか <laughs> 一部的なもしくは影 本体の一部だったんじゃないかなってちょっと。うん、あ、でもナースコールは見えてたんでしたっけその人。最初の人は見えてなかったのか。最初の人は黒いカーテンだけなんですよ。ああ、そっかそっか。はい。で、デースコール。デー,ー、うん、え、あの漫画ですかって言ってる人いますね。はい、それはちょっと言えないですね。<laughs> 行き先さん、そんな贅沢はいけません。さすがに。もうね、すしい中ですから。残念ながら。もし次来ていただいたときは、じゃあ、そのならない方ああ、もちろんです、もちろんです、それは。はい。また呼んでもいいですかね。もちろんです、はい。呼んでいただければありがたいです。ちょっと時間をしちゃったんですけど、すいません、最後、の告知があれば。あ告知ですか。はい。えっとですね。えっと。 いいんですかそんな告知なくして <laughs> <laughs> やってくださいですねはい今月のまあ一番近いところですと、はい、今月のあのえー、23日ですね、うん、10月23日はい、え病院の開談ボリューム2といいましてまあ僕の単独でのえ会談イベントがまず一つありますおおでからまあ配信ないね正直当日 まあ、あの来てもらうしかないんですけども、秋葉原のハンドル・とス・ケアという場所でやります、うんで。これはまだ全然チケット売ってますので、もし気になる方がいがあれば、ツイッターの方見ていただければ分かるかなと思いますが、あとは11月の5日の土曜日に、高田の馬場にある馬番場っていうなんか寄せの部屋があるんですよね。はい、落語家さんとかは使うのかな、なんかそんな会場だったんですけど、<laughs> まあ、そこで、極道南光さんと、 うんえー、内りさんとマサさんの4人で、うんえー、下月会談、えー、枯,枯れ灯籠っていう会談会をやります。これは南子さんがたまたま東京に来るっていうので、うんはい、でちょっと実現したイベントではあります。11月5日ですね。<ー>で最後が、えー、と11月12日に「えー、危ない会談先生2」というところで。 それこそ村田ラムさんをお呼びして、<laughs> まあ、えっ、ー、と、最初に3人で1話ずつ会談をしゃべって、その後、ラムさんの,あの写真を,を出しながら、こう、フリートークをして、最後にまた3人で会談しゃべって、まあ、ラムさんは多分一コアになると思うんですけど、はいはいはい。の話をさせていただいてっていうイベントですね、うんがありますので、まあ、もし、えー、気になる方がいらっしゃればですね、ぜひ、 どこかにいらっしゃっていただければと思います。<laughs> 面白そうですね。あ、なんか伊藤茉莉子さんが桂南子さんって。あ、違う。えっ、ー、と曲刀南子さんです、ね。高丹氏の方ですね。はい、はいはいはい。あの関西の方ですかね。あ、関西なんです、ね、違ったっけ。どこで、あでも多分関西方面で活動されてる方ですね。基本確か。うん、たはい。丹緒さんはす,すごいです。でもか。 講談師のそのプロの方ですから。そうですね。講談師の方の会談ってまたまたもう一つ違う味がありますからね。はい、そうですね。なんかね実は会談やるって言ってました。ええー。うん。なかなかそういうことをやる機会がないので、なンこさんも。へえー。ちょっと気になるな。イベントと思います。もうなんかあんまあ気になる方はあのー、ツイッターの方を見れば。 あそうですね、チョコターちょっと見ていただければ、はい、はい、気になる方は、概要欄に、よろつきさんのツイッター、フォローしてない方はありますので、<あ>そこから飛んでみてください。いす,すいません、なんかちょっと押してしまいました、時間、ありがとうございました。このはいいろんなお話聞かせていただいて、あ、喋りすぎた感じがします喋 <laughs> 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 らせすぎた感じはしますね、<laughs> 贅沢言って、いろいろ聞かせていただいて。いいいすいませんあの はい、このまま、じゃ、あこのまま、お別れする形になりますかね。はい、<laughs> 皆さん、ちょっとコメントの方、あん,あんまり読めませんでしたが、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。皆さん、コメントありがとうございました。しずさんも読んでいただきまして。あ,ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。また、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、はい。また、ぜひ、よろしくお願いいたします。はーい。じゃ、皆さん。はい、さようなら。失 <laughs> 礼い,いします。